皆さんこんにちは、後藤正志です。今日この神奈川訴訟の件でですね、講演っていうふうにさせていただくって考えたときに、やはりですね、何を私が話すべきかって、毎回実はそれなりに悩むんですけど、ほとんど言いたいことというのは最後の結論のがほとんど同じ決まっています。心の中では大体こういうことだ。ただそこに行くプロセスをどういうふうに、何と何を用意してお話しするべきかというのは悩みます。でいろんなところでお話ししているものですから、例えば今日の話ですと東海第二の話がいっぱい出てくるとかですね、他行くと違うところもあるんですけど、そういう、こうローカルなローカル色が出ちゃったりするんですけど、ただ申し上げたいことはですね、やはり原発って何なのか、福島は何だったか、福島でどういう現実があったかという点と、それからそれを再稼働なり何なり今考えているということはどういうことになるか、本当に原子力規制委員会が言っている規制基準に適応するというのは安全性が確保できるのかどうか、私が一番興味なのはこの一点なんです。まずこれが本当にそのようになっているかなってないか、それをなってないというのは簡単なんですが、私なりにお話をさせていただいて、皆さんが本当になってないというふうに思われれば成功、そう思われなかったら私の負けなわけですね。そういうことになるかと思います。でちなみに、あとの最後の方に出てまいりますけど、一番ポイントになりますのは、政府は原発の安全性については原子力規制委員会が安全だといったものから稼働する、安全だとして考えて稼働する、そういうふうに最初から言ってるわけですね。で原子力規制委員会の委員長、田中委員長は何を言ってるかというと、安全性の確保というのは非常に難しいことであって、完璧な安全はないんだと。しかし我々の作った世界最高レベルの基準、規制基準を満たしていれば一応合格とする、ただし安全とは言いませんよと、こう言ってる。よく考えてみますと、では他にも発言されていることももちろんいるでしょうけれども、オフィシャルに考えますと、原子力規制委員会が安全か、安全とは言わない、規制、我々の基準を守ったと言ってるだけだ。政府は規制委員会がいいと言ったらそれでいいんだと。でも安全ということは言葉が出てきますけど、内容が全く空虚です。何をもって安全か。その話がですね、一番大事だと思いまして、ちょっと最初にイントロでお話ししました。これ最後のところでまた出てきます。それでは話に移ります。すみません、こちらを消していただきます。福島原発事故ですね。これはですね、制御棒が制御棒というのは核反応を止めるんですね。で制御棒が下から入りまして、これは地震が来たら自動的に入ります。スポンと、本当秒単位に入ります。で核反応が止まりました。しかし核反応が止まった後、実は原発の怖いのは崩壊熱といって、ずっと熱が出続けるんですね。それを冷却する必要がある。ところが地震があって電源がなくなって、それで電源がなくなると、それに対して非常用のジーゼルとかバックアップといいますかね、予備用にある電源が動き始めるんですけど、それが今度津波等で全滅していくんですね。それによって冷却できなくなる。で冷却できなくなると、いわゆる炉心溶融、メルトダウンといいますけど、燃料とかが溶けて、で圧力容器も溶けて、さらに閉じ込め機能、放射能を外に出さないために作ってある原子炉格納容器という、これ私が設計担当してたものでありますけども、この格納容器そのものが持たなくなって、それでベントといって、ここからベントっていうのは要するに排気ですからね、単純に言えば放射能を閉じ込めるはずの容器からベントするというのは、放射能を閉じ込める容器が機能を果たさなくなる、自ら放出してしまうんですから、私はこれを自殺行為だと言ってるんですかね、格納容器の自殺だというふうに言ってるんですけど、そういうことが起こった。で実はそのベントということをやろうとしたんだけども、それも後で出てきますけど、非常に難しかった、簡単にできなかった。弁当したつもりが実は弁当じゃなくて、収集ここから漏れちゃって汚染してるっていう実態があります。そうするとこの3つの安全という、福島という原発の基本ですね、核反応を止める、冷却、ずっと冷却し続ける、から閉じ込める、この機能のうち少なくとも冷却と閉じ込め機能によっては全くダメだったというのが福島事故です。ただし安全性というふうに観点から見ますと、では制御棒
挿入されてうまくいったじゃないかと。少なくとも詳細は実は分かんないところがあるんですけど、少なくとも上辺で見た範囲ですね、今まで見た範囲では制御棒が入ったと、基本的に入ったというふうに、まあ、見ておりますけども、実はですね、他で制御棒が入らなかった事故がいっぱいあるんですね。十数件あります。リストにつけてますけどね。そういうこともあったわけで、ここの制御棒が入らない事故というのはまず入り口で考えられるんです、地震が来た時には。だから福島の時にこの制御棒がちゃんと機能したから制御棒安全だっていうものの言い方はですね、他のことも全てそうなんですけども、ある装置がきちんと一回地震が来て、それでその時にうまくいったからといって、その次の時にうまくいくと限らないんです。なぜかというと、地震というのはそれぞれ顔が違います。揺れ方が違うんですね。もちろん強さも違いますけど。そうすると、あるものに対して反応し、あるものに対しては反応しないというのが地震の特性ですから、そうすると、福島の事故で、福島で制御棒が入ったからといって、他で制御棒が入らないというのは、それは何ら保証がないというのは言い過ぎですけども、確かに福島はうまくいったけど、他でうまくいくという保証があるわけじゃない。むしろ他ですでに地震じゃないときに十数回も制御棒が勝手に脱落したり、誤挿入間違って入ったりしてるんですね。こういうことがあるという事実が重たいんです。ですから訴訟というふうにとか考えた場合にですね、こういうものを持ち出せばですね、安全なんてことは何で言えるんだってことははっきり分かるんです。で、装置は必ず安全装置はつけますよね。問題なのは安全装置がついてるからじゃないんです。制御棒だって当たり前です。制御棒ほど、特に沸騰水になっているんですかね、下から入れるんで、重力になって落ちちゃうんでしょ。そしたらものすごく慎重な設計してます。何かあっても間違って起きないように、こう、ノッチに回してですね、引っかかるようにしてあって、落ちないようにしてるんです。だったら、事故起こらないですよね、本当は。思いますよね。そういうふうに設計してますって説明します。ですから、待ってください。制御棒を出し入れするときどうします？ストッパーみたいに止めてるんですけど、制御棒を出し入れするにはそのストッパーを外さなきゃダメでしょ。ストッパーを外したときにタイミングが悪く反対側から圧力がボンと入ってスポンと抜けてるんです。そういう事故を起こしてるんです、トラブル。だから実はこれが技術における安全の一番根本なんですけども、確実に安全を確保するというのがいかに難しいかということを意味しています。これもしかもずっと隠してたんですね、2000何年までという経緯があります。さて、あまりその話をしてると時間がなくなりますので、これは原発の話するときですね、どこまで考えるかってありますけれども、一応基本的なタイプだけちょっとお話します。これ沸騰水型と言います。沸騰水型というのは、大体東京電力、東北電力、中部電力、この辺の、まあ、他にもいくつかありますけど、基本的には東日本で使っている原発に多いタイプです。意味合いはですね、ここが原子炉です。ここに燃料がありまして、燃料は水に浸かっています。水に浸かるとですね、この中でこう中性子、最初に中性子を打ち込むんですけど、中性子がバーッと飛び交って、この燃料の中にあるウランが核反応を起こします。核反応というのは原子核に中性子が当たると割れるんですね、原子核が。それでその時に中性子がまた飛び出すんです。だいたい1個当てると 2. 点何個くらい出るんです。そうするとその次に当たったらまた 2. 点何個が出るんです。これが瞬時ダーッといくのを連鎖反応と言います。その連鎖反応が起こることで熱が出ます。その熱をここで水を熱して、それが沸騰して、ここから水面から水蒸気が、蒸気がこう来て、タービンで回すわけですね。で、タービンで回すと、ここで磁石の中で回りますから、電気が当然起きます。で、この電気を起こした後、この蒸気をですね、外から、海水です、これは。海の水を引き込んで、このパイプの中を通して、このように蒸気を冷却します。そうすると蒸気が水に戻りますね。で、これ戻ってくるわけです。これ循環してる。一番シンプルに考えると、こういうシステムが原発なんです。それで特徴は水面があること。これが沸騰水型の特徴。だからいい面あるんです、実は、沸騰水型は。軍事転用というか、軍事転用ですね、しにくい。例えば、潜水艦乗せようとしても、水面があるものですから、こんなものでやったら、バチャ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 して、危なくて、動かせないんですね。ですから、まあ、そういう面では一つの特徴なんですが、この特徴のまず問題点はですね、下から制御棒が入っているんですね。これ上にこの書いてませんけど、いろんな装置が
この蒸気を出すためのですね、装置がいっぱいついてるんですね。ですから上から制御棒が入らないので下から入るからこうなってる。これが特徴であり、それともう一つはループ、ワンループです。そのまま水、原子炉から循環している。これがこの特徴ですね。さて、もう一つのタイプ、あの福島のタイプは今のタイプですね。福島、東海大にもそうですけど、柏崎ともそうです。これは加圧水型といって西日本で使われているタイプです。これは原子炉がありまして、さっきと違うのは加圧器と書いてますけど、要はここで熱を加えて圧力をかけている。そうすると圧力が高いとですね、普通大気中ここでは100度 C で沸騰しますね、蒸発しますね、蒸気になります。ですけども圧力をかけるとこれどん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 圧力が高いので沸騰しないんです。つまり圧力をかけて沸騰させないで熱いお湯を回している。これが加圧水型です。でここの蒸気発生器と書いてあります、ここの中にこれものすごく大きいんですね。実はこの原子炉よりも大きいんです。原子炉はこれ20メーターくらい、これもっとはるかに大きいんですね。でここの中で蒸気じゃない、熱いお湯が回ってきて二次系といって、こちら側のもう一つのこう回ってるんですけど、こちらの水を沸騰させて蒸気にしてタービンを回して、こうなってるわけです。でここのあり方、こことここが違うだけで、あとは全部同じシステムですね。ということになります。で特徴は先ほどの制御棒、上から入ります。これはある面ではいいです。ちょっと間違って失敗しても入る方向なので、止める方向なので、比較的核反応の制御の失敗という観点から見ると加圧水型の方が安全性が高いのは明らかです。だけども絶対安全かと言われるとそれはちょっと違います。非常に大きな地震が来ますと、ここが接って入らなかったり、そういうことも想定されるわけですから、だから全て相対的になります。この件に関して言うと、制御棒に関して言うと沸騰水型の方が危険性が高いということです。ですけど加圧水型だって問題によっては起こる。資料には入れてませんけど、ついでなんで加圧水型の問題と言っておかないといけないんで、加圧水型はですね、この原子炉圧力容器という厚さが20センチ弱の直径5、6メートル、高さが十数メートル、20メートル弱くらい、そのくらいの大きな容器ですね。これ圧力容器、原子炉圧力容器と言います。これがですね、核反応を進めますと、ここの中性子がぶつかります、鉄に。そうすると中性子によって鉄が脆くなるんですね、割れやすくなります。普通構造物、例えばこういう建物の鉄出てきてもありますね、こういうものはですね、例えば力がかかって壊れるときに一気にバカーンと壊れないんですよ。ぐにゃっと曲がっていくっていうんですかね、変形って言います。ぐーっと曲がっていって壊れる。ところが中性子があって静化をすると、力がかかると変形せずに、変形っていうのは形が変わらずに一気にガラスのごとく割れます。特に低温で。そうするともし原子炉本体、ここがね、脆性破壊って言うんですけど、中性子による照射させて脆化して、脆化つまり脆くなって原子炉本体が割れるという事故があったときにはですね、これは今福島で議論していたような冷却がどうだとか、そんな意味全くないです。一発でおしまいです。それままチェルノブイリと変わりません、全く。ですから私が申し上げたいことは、その可能性があるかどうかって一つありますけど、万一あった場合に絶対に取り返しのつかないものに対しては徹底的に安全性を高めなければ安心していられないということです。特にこれは税制破壊というのはですね、もちろん原子炉だったらとんでもないんですけども、船舶とか橋梁とか歴史的にいっぱい事故を起こしてきている。で私はもともと構造物を設計する技術者でしたから、そうすると税制破壊って起こるようなものは、これはとてもいけない。特にそれはですね、ちょっと何かを評価して、あ、税制破壊起こらないんじゃないなんていうレベルでやったらですね、恐ろしくてしょうがない。そんなのはありません、考え方として。税制破壊に至っては徹底的に押し込まなきゃダメです。計算してどうこうっていうレベルまで持ってっちゃ危ない。ところが日本ではすでに限界とかですね、あまり話が難しくはいけないんですけども、繊維温度といって温度の特性、ある温度
が決まって、その繊維温度っていうのは、その温度がこうだんだん中性子が当たると劣化して温度が上がっていくんです、全性繊維温度が。で最初数十度なんですけど、現在も90何度、100度近く上がってるんですね。そうすると相対的にはもうすごくリスクが高くなってるのは明らかなんです。ですから古い原発はの特に加圧水型の場合には税制破壊の危険性が高いので、そういうやつから廃炉すべきっていうのはもう当然なんです。それね、それとあとは話を戻しますと、この二次冷却系統が二次系統が分かってますので、分かれていることがですね、ある面ではこちらに放射能が来ないというメリットがあります。その代わりにこの蒸気発生器の配管、これは何千本もあるんですけど、細い配管があってすごく流速が速いんですね。で温度が急激に変わりますから、これしょっちゅう壊れるんですよ。詰まったりね、壊れたりする。これはトラブルメーカーです、有名な。でこれが実は蒸気発生器、アメリカに三菱重工が輸出したやつがこれのトラブルで、結局はプラントが廃炉になりましたからね、原発が廃炉になって。でこれ以上やっても手立てがすごいお金がかかりすぎるんで、しかもその設計ミスを三菱重工は相当裁判でねやられているような、そんな状態になってるんですね。さて話を進めます。新安全基準という話をちょっとだけしておきますと、安全基準というのはですね、実はですね、もともとここには書いてありませんけども、耐震設計とかそれから原子炉どうするかとか、そういう基準も当然あったわけですね。ですけどそういうものだけで設計でやってきたんだけど、炉心が溶けてしまうようなそういう過酷事故とかシビアアクシデントっていうんですけど、設計の条件を超える状態というのはそれまで想定してなかったわけですけど、福島で想定せざるを得なくなって、いろんなものに付け足してる、追加であるものを電源強化、冷却系強化、あるいはそれがダメだったらさらにシビアアクシデント対策新設って書いてますけど、これはほとんどですね、装置をつけるというよりも対応の仕方に近いです。例えば、建物で言えば建物を燃えにくい材料で作る、スプリングクラーをつける、で初期消火用の消火栓を持ってくる、そういう対策をしますよね、当然。でそれで、いや実はそうやってきたんだけど、非常に稀なケースだけど、それ突破されてどうしようもない火事になっちゃうことがあるんだよと、そういうことが分かってきた。福島はそういうこと分かってきたんで、じゃあどう対応するかって言ったら、いやそれは設備をなるべく強化するだけじゃ足りないから、足りなかったから外から消防車を持ってきて、消防車を持ってきて消火しよう、それも強力なやつを持ってきていっぱい持っていこう。極端なこと言うと、じゃあ消防車が動かなかったら、いやバケツリレーにしよう、バケツリやって、いや訓練しましたよと言ってるのがシビアアクシデント対策。これね、非常にちょっとそんな言い方、ちょっとね、私言ってるのはちょっと聞かれると、こういう計画をされた方は怒るかもしれないけど、本質はそうですよ、はっきり言って。だって原発を本当に安全に考え、ね、作るとしたらですよ、先ほどの制御網も含めてですけど、何があっても安全側に安全側に持っていくように設計しなきゃダメですよ。そんなもん突破された、突破されたから、だからじゃあ人海戦術でいきましょう、そういう発想なんですね。これは安全性の考え方とか言ったら全く逆です、現代技術に関して。こんなことで飛行機作ったらみんな落っこちますよ、はっきり言って。飛行機の場合だってね、全部全自動なかなか難しいとかあるんですけど、それでもほとんど人間がこうやって、間違う、人間はですね非常に優秀なんですね。情報分かんない中でもすごく能力あるんですけど、どうしても勘違いとか間違いがあるんです、人間ですから。まして追い詰められて非常に危機的な情報で、おメルトダウンしてるんじゃないのって言われて、わーって言った時にね、通常のことができるとは限らないんです、そんなのは。そんなことができるんだったら事故なんか起こりません、これはっきり言っておきます。で福島の今吉田調書ありますね、吉田調書いろんなこと読み込んで、私もちょっと発言させてもらってますけど、吉田調書で分かってきたことを見ていくとですね、いかにおかしなことをやったり、あるいは勘違いがあったり、そんなことがあるっていろんなことが分かるわけです。だったらじゃあその人たちがおかしいって誰か責められますか。運転員の人が間違ったとしますね。代表的な例はスリーマイル島です。
スリーマイル島で運転員が冷却系が壊れたときに緊急炉心冷却系といって ECCS って言うんですけど、それが動いてバーッと水が入った。で、あ、よかったと思ったんだけど、だんだん運転員が心配になって、お、原子炉の中水がちゃんと満たして満水になってる、水がいっぱいになったらそれ以上やると今度機器を壊しちゃうんじゃないって心配して止めちゃったんですよ。それでメルトダウンに。実は水位が分からなかったの、水位計が機能してなかったの。それで運転員は原子炉が水が入ってると思ったのは実は空だけだった。これが福島は全く同じことをやってる。後で出てきます。ということで、その渋谷アクセントっていうのがそんなものだということを、ここにちょっと書いてますけどね、あのちょっとうるさいものの言い方します。単一機器の故障のみを想定、単一故障基準って難しい言い方です。言葉は難しいけど単純です。例えばある緊急に必要なポンプがありますよね。だから電源が必要で、それから水が必要ですね。でポンプ回るのにモーターが必要で、からバルブが必要って、こういくつかありますね、部品が。そしたらその各部品構成されるもののどれか一つを仮想的に壊すんです。例えばポンプシステム全体あったら、その中にあバルブが壊れちゃった、このバルブ、そしたらそのバルブが1個壊れた時には他の方法で代替できる、カバーできるように設計しなさいって考え方です。ただそれは1個だけじゃないんですね。全ての部品にありますから、これあの簡単じゃないんですよ。単一故障基準をやるっていうのはね、一言で言うとあの技術者としてめちゃくちゃ難しいんです。え、これもやるのかよっていうくらい大変、電源も用意しろ、何々用意しろ。ですけどその単一故障基準でやった福島の原発が実は単一じゃなくて同時に同時多発でやられてる、同時に2つ以上のものが壊れてる。そうすると単一故障基準じゃ済まなかったんですよ。実はこれが現在一番争点ですということになる。その原因になるのは地震、津波が一番多い可能性高いんですけど、それ以外にもありえます。例えば工場で物を作った時にある失敗したとしますよね、エラーが。でもそれは気がつかない、潜在的に気がついてなかった。で事故が起こって調べたら、あ、これ物がおかしかったね、元々作った時。でもその物がおかしいということは同じ時に作った他のプラント、あるいは自分のプラントの中の他のね、道具屋が同時に壊れる可能性あるでしょ。そうした時にはここに欠点があったらこちらにもあるということがないとは言えないんです。だからこの単一故障基準でやるっていうのがですね、不十分だっていうのは、本当の原発のような安全性を重視してものを考えるときにはこれだけでは足りないというのが今の一つの考え方です。これは地震の話で、ちょっと時間の関係で飛ばしますね。言いたかったのはね、非常に地震の時間が長かったっていうことを言ってる。それとそれはあの当然厳しいんですね。まあ、私なんか設計するときにはこれは100何十秒言ってますけど、200秒近くまで書いてますけど、100数十秒じゃなくて普通は1分以内、60秒くらいです。で設計してきてるずっと。それが福島ではこういうことになった一点と、あとは地震計はちゃんと機能してない。地震計が壊れた可能性がある。あるいは地震計のシステムがおかしいっていうことがあるんですね。でそれによってデータが取れてません。これは福島だけじゃないんです、実は。他でも取れてないのがあって、何回も柏崎でもそうだった。一体真面目にやる気があるのかっていうくらいにひどいです。技術者から見るとですね、一番地震は1回きりそのデータを取らなきゃいけないわけですけど、設計した通りどうかって判断するのにこのデータ大事ですよね。それが取れてないって一体どういうことでしょう。それは私はこの許されないと思いますよ。1回じゃなくて3回までしょ、結局は取れなかったこと。これは何かっていうと、多分そのシステム上のソフトエラーって言ってるけども、実際に地震っていうものがですね、どういうふうに来るかって考えると非常に不確定なものがありますので、それに対する設計の対応とかそういうことができてないんじゃないかというふうに推測します。福島の前に2007年に柏崎で大規模な地震がありました。これが驚異的だったんですね。ご承知のように中越沖地震、これで1号機では1699ガル、1700ガルですよ。ガルというのは重力加速 で980ガルが1G。どういう意味かというと、980ガルというのは自分の体重でいくと、私なら私の体重が壊るね。そしたらそれが 1G、980ガルというのは、例えば横方向に自分の体重と同じ力で横に引っ張られる。これが 981G です。なんとこれ2倍ですね。
体重の2倍の力で揺さぶられるって、そういう意味です。それ聞いても大してね、そんなもんかと思うかもしれませんけど、もともと原発の設計はですね、450ガルとか、これ大きい方です、まだ。もっと小さいです。当初のは200ガルとか、そんなのでやってました。そうすると、ガル数で言うとやりにくいので、G でいくと 0.5G くらいですね。体重の半分くらいの力で設計してたものが、なんと、その4倍も大きな力が入ってきちゃう。これ、多分技術系の方でなくてもね、その設計を、ものを作るときに、ある、まあ、力、これだけ力がかかると考えたものが、4倍になるって聞いただけでね、身震いするでしょ。私なんかもう、そのままクラクラとそっとしそうでしたよ、この数字聞いたら。少なくとも設計する立場から言いますと、もちろん若干の余裕があるんですよ、安全にするって余裕持ってるんですけど、それでもそんなことはね、怖くていいじゃない。なぜかっていうと、歴史的な事故とか、いろんなこと、不幸な重なりがあっても、壊れないように設計するために基準を決めてるわけですよ。で、それをね、1割、2割ならともかく、何倍というオーダーで超えるってことは、もう技術者として到底許容できない。そんな設計はありません。私はもともと船の船舶の技術者で、船舶って結構、ある面じゃいい加減とか、ラフな設計をするところがあるんですけど、その力学的にこういうものが倍になるとか、とんでもないです。一発でおしまい、なってもおかしくない。ところが原発は平気でそういうことを、これでも持つからいいみたいな話になるんですね。それが非常に問題が大きいです。で、これで基準、SS っていうのは設計基準地震動なども見直して、全国のプラントを今見直して、それぞれ新規制基準でやっているということになります。ところが、これの問題は何かっていうと、こういう問題なんですね。一番大きいのは、震源、つまり地震が起こる元が何であって、それがどれだけ出たかってこともありますけど、その途中でですね、地震の波、こう入れますよね。揺れた波が土の中を伝わってきて、ここでプラントを揺するわけですね。で、通常はですね、ここで発生した地震の波は、土の中を進むに従って減衰、つまり減っていくんです。半分とか3分の1とか4分の1とか、そういうふうにいくのが普通なんです。だから、もともと言われたのは、この震源に対して何分の1になっているものって。で、計算して、あ、大丈夫、大丈夫って、こうやってつけたの。ところが、柏崎では逆だったの。震源が 1.5 倍と大きかっただけじゃなくて、途中で減衰どころか増幅したの。増えたの。で、4倍になったんですよ。なんでこんなことも考えられなかったのって言ったら、いや、それまではこんな調査もしてなかったわけですよ。で、実際にこんな入れ方をしたらびっくりして、初めて調べたら、無理やりですよ、はっきり言って。無理やり理屈をつけたら、こういうことであろうということで作ったんです。これ2007年以降ですよ。まだほんの数年でしょ。で、それも後出しじゃんけんでしょ。地震が来て、え、こんな揺れちゃったって言って、どうしてって調べたら、これだって言ってるんですよ。そうすると、他原発まだ地震来てないでしょ。わかんないんです、そんなのは。それで、じゃあ新規制基準はどうなってるかっていうと、一応これは大事だから、近くの地面のね、3次元的な構造をちゃんと調べて、増幅しないかと確かめることっていうのは基準にも入ってます。それは確かです。ですから私の危惧はですね、それはその通りか当たり前なんだけど、本当にこれ確実にそんなことが言えるのかっていうのが私の一番の疑問です。これは後から答えが分かってるから後付けでこうやってそう見てるっていう節があって、実際の構造で本当に見落とさないで、ちゃんとそういうことが分かるかどうかっていうのは、これは慎重、相当慎重じゃなきゃいけない。というふうに私は思います。ちなみに私だったら、よく分からない時の設計だったら、ここで4倍っていうことがあったならば、他も念のため4倍でやっとくとか、まず最初にね、そういう考え方を取ります。そうしないと、細かい評価をしてやるのもいいですけど、細かい評価をやればやるほど、その中にエラーがあった時にはおしまいになっちゃう。っていうのが、この世界の話だと思います。地震弱いってことを言いますけど、これはちょっと飛ばしますね。もうでこれはちょっとだけこれは福島で、これが、徹底的になったとは言いませんけど、影響があった可能性があることとして、格納容器、これマーク1型って言うんですけど、ここからガスが、蒸気が、圧力抑制室、ここのプールがあるんですね、水の。ここに吹くんですね、中に。原子炉の熱が格納容器に出て、とかバーッと吹く。その時に、ここで水蒸気がここに、水の中に入って凝縮して、
冷却されるんです。その時にここに水の中にうまく入ればいいんですが、これが地震で揺れて、水面が揺れて空中に出てしまうと、一発でバーンと圧力が上がっちゃうんです。そうすると格納容器が即弁当しなきゃいけなくなる、そういう事態になりうるんです。で、私は格納容器の圧力が上がったんでおかしいなと、もちろん他の要因もありますけど、こういうことまで考えてなかったけどねって、私は少なくとも考えてなかった、考えるなんです。地震でそんな水面が揺れてそれが何かあるって二次的なことっていうのは原子力では考えてなかったんですね。今私はこういうことも考えないといけないというふうに、まあ、ここでは主張してたんですね。さて話します。東海大に例にちょっと今日はお話集中した気がします。これ津波対策、取水口全面での最高水 14.3メートル、防潮堤地の最高水 17.3、それから全面の最低水位マイナス 5.3。 あの津波って実はですね、福島ではあの水でやられましてね、あれは確かにね、あの想定してなかった節があるんですけども、もともと津波っていうのは引き波が怖いんです。波が引いてって、それで先ほど一番最初にお見せしたようにタービンの腹水器っていうのはものすごく大きな容量の熱が出てきますから、そこの海水で冷やしてるわけですよ。その海水がなくなればね、途端にアウトになる。原子炉が冷却できて、格納容器が冷却できても、それを放っといて海水に熱を出さなければそのままダメになります。原発は時間の問題です。何日後になるかだけです。それはそうするとここのですね、ここの水位が外から海水をから取り入れるところのここの水位が下がるということは非常に脅威なんですね。で、しかもそのポンプがですね、ポンプがあるんですが、それがこう水面が上がってくると水が中にちゃんと入ってこなくなると、あのキャビテーションっていう難しい言い方するんですけど、あの要は泡がですねバーッと出てくるんです。あのこのポンプね、こうやって買い出したりこうやるでしょ、その時にあの中に空気が入ってくるとバババッとこうね、水が当たったり当たらなかったりしますよね。ああいう感じになる。でもう少し厳密に言うと、キャビテーションが起こるとですね、あの相当ポンプのペラ羽ですね、あんなのがみんなやられちゃうことがありえます。振動が多くなったりして、でそうすると怖いから、こういう状態になりつつあって、水が来なくなるようなポンプの時ポンプ止めるんです。だから止めてうまくやればいいけど、止めるのタイミングをして壊してしまうともう立ち上がれない。そういうことが想定されるんですね。ですからあの今回水がバシャーッときて、このばっかり電源が、ね、やられたとかそういう話ばっかりしてますけど、このこちらの反対側のところも非常に注意というか、むしろあの津波設計というのはそっちがメインなんです、もともとがね。それでもう一つは今回のようにガバーッときた津波、そんなことになります。さて津波対策なるものは、この壁をいっぱい作って、じゃあ何メーターにこれをしたらいいでしょうって問題ですね。浜岡でもやってましたね。18メートルか19メートルぐらいですから。で、あの設計したんですね、一度ね。そしたらその後に、津波の評価、別の評価が出た時に、20メートル超えるって評価が出て、慌てて今度は21メートルとか、そういう議論をしてるわけですよ。ほとんどバナナの叩き売りね。それでね、それ人に、馬鹿にするのはいいことと失礼なんでね、専門家にも失礼なんだけど、科学っていうのは私そうだと思ってるんですよ。だってそうじゃないですか。地震、津波、どちらでもいいです。両方でもいいです。最大の地震の規模、最大の津波の規模は言える人がいない。最先端の学者が言えないんですよ。無理ですよ。それで新聞でもね、新聞情報でも一部出てたのが、福島の後に地震学会でいろんなことを議論してるとね、こう小耳に挟む程度ですけども、その専門家なる人たちの話を聞いてると、マグネチュード9を超えるとだって今回はすごかった、確かに異常だった、こんなのが起こるとは思わなかった、迂闊だった、議論していく中に、じゃあこれからはどのくらい起こるだろう、9を超える、いや9を超えるとこじゃないだろう、10に近いものがあってもおかしくない、理論的には、こういう議論してるんですよ。どうします。で片方で規制委員会は、あここは調査をしたら、はい、マグネチュードいくつでこれでこうでいいですって評価をしてるんですよ。そこの科学とそれを適用して実際に世の中に使うことのギャップの大きさをね、認識してない。私はこれ科学者もそれを適用するのは技術者もダメだと思います。
もっと慎重にならなきゃ。科学者はですね、最大限、いや、こんなこと起こりえないだろう、これは起こるだろうと議論してもいいですよ。それは素直に出していく。で、だけどそれをもって原発に適用できるかどうかはものすごく慎重じゃなきゃいけない。今までの構造を見てると、地震学者が原発の方の地震、原発で耐震設計やるときには、まあ、このくらい、これ以上起こらないとは言えないけど、このくらい、こう理屈つければこんなもんでいいということができるよね。で、それ以上やっちゃうと対策大変だし、設計できなくなっちゃうよね。じゃあ、ここで押さえとこうみたいな話で、ポンと出てる節があるんです。で、あとは設計するがね、ちゃんと安全性の考えてくれるだろうみたいな話で、科学の方を出してる。で、技術者の方は、私なのね、言ったのは、いや、新学者がこうやって作って設計の、最大これだって決めたんだから、絶対それ超えないよね。考えますよ、誰だってね。それで設計してきてる。その結果が福島なんです。そうすると、私たちは科学と技術のあり方の根本を問われてるんです、原発は。私はそういうふうに理解しています。で、そのあり方を基本的に変えない限り、生半可な規制基準をですね、基準を厳しくしたとかしないとか、そういうものじゃいけないと、私は思います。さて、いつもお話しする一つはですね、これなんかね、私結構なんかネチネチといやらしいんですかね、いまだにあのストレステストの意見聴取会のところがの頭に残っててね、腹が立つからいつも喋るんですけど、あの津波対策やります、いいですよね、これ。まあいいっていうか、十分かどうか分かりません、やります。ですけど、それでも超えてくることがあるだろう。あったときにどうするって、水密扉にする、こうですね。これも水密扉にしようっていう話で、あの委員会のところで合意したんだ、あ、そうですね。で、そのときにここの設計基準をめぐっていろいろ議論しました。水圧だけじゃなくて物がぶつかるとかね、そういうことも言い始めたんだけど、まあ、それはいいとして、ところでこれこんな厚い分厚いやつ一人で動かせるかどうか分かんないぐらいやつだけど、これ人間が締めに行くんですよ。地震が来てから津波が来るまでに締めるんです。いや、それを言ったらね、いや普段はここ開けときません、あの締める、面白かったのは、面白いってのは変なんですけど、あの扉のところにちゃんとね、常時閉、普段は閉めといてくださいって小学校のね生徒に言うようにこう書いてあるんだと。で、そういうふうにやりますよって一つね。で、そんなこと言ったって、これ何のためについてったら、作業するためにあるんでしょ、作業してる時空いてるじゃん、当たり前ですよね。じゃあその時誰が閉めるんですかって議論で、たまたま空いててこうなった時どうするんですか、担当決めてます、この扉誰だって決めます、リスト作ってね、もういいですねそれは。ところで中央制御室にいて、例えばね、こう閉めるとか、どっか誰かがいるんだけど、何分余裕を見てるんですかね。福島だと3、40分とかね、そういう感じですけど、まあ、そのくらいであればね、まあ、常識的に、まあ、普通には多分閉めに行けるだろうと思いますが、奥尻島のように、地震からその前の10分以内、数分、7、8分とか、ダメでしょ。間に合わないんですよ、距離があるんだから、すごく。だーって走っていって、やってきたら津波だって押しまっちゃうでしょ、当たり前ですよそんなことは。そうすると本当に真面目にですよ、真面目にちゃんと考えるんだったら、これは少なくても主要なね、これを閉じなきゃいけないのは、自動扉にしてバンっていったらスポンと閉めるようにする、当たり前ですこんなの。そうでなかったら信頼性がない。私もうね、イメージできますよこれ。今度津波が来ていった時にね、 あそこなんで扉があったのにあそこ水が入ったんですかね、いやあそこだけはちょっとね間に合わなかったんですよ、なんかありそうでしょ。それでなぜかって理由を聞いたらね、いや距離が遠かったんじゃ、いや担当者が腹痛でね、なかなか動けなかったんですよ。いやマジにそうだと思いますよ、本当にみんながねそうやって動くってね、保証の限りじゃない、特にトラブルの時にはね、そういうふうに思います。で、私のそういうことを言うのすごく、あの私だけそんなこと言うのすごくいやらしいことばっかり言ってるって見られて嫌なんですけどね。ですけど私素直にまずくないですかってずっと申し上げてます。これはあの地震とか津波というものがこう振動現象なので、例えば2方向から波が来ると重なって消えてしまったり、あるいは倍になったりとか、増幅とか減衰、先ほどの話ありましたね、地中の中でああいう現象があるということを根底に考えてみないといけない。普通に線形、つまり 1+1 が2になるっていうふうに考え方を取ってはいけません、振動現象は。それが一番大事です。それだけでちょっと申し上げています。つまり地震国ではですね、どう見ても何倍にもなる地震動が超えるとか、こういうことを考えたとき、本当に確実にこれでですね、大丈夫だってことを言えるかっていうと、ずっとこれ、未だに議論してるわけですよ。
大井原発なんかもあれでいいか悪いかって、だいたい活断層ですね、活断層であるかどうかっていう定義をめぐって議論が紛糾するわけですね、専門家の間で。それはどういうことかというと、これは何年前に動いたから活断層であるとかないとか、そういう議論してるわけですけど、まあそれは人間の決めたことでよろしいですけどね、そういう決めで、これで決めて、まあこれは活断層と考えよう、これは考えまいって、そういう議論になるわけですけど、それは所詮人間が決めたことであって、でそれをもってですね、本当にその柏崎であったようなことが起こらないかとか、そういう人間の人知を超えるところがないかということを、これはかなり真摯に考えておかないといけないということになります。これはですね、森林の火災って書いてあるんですけど、実は外部事象といって、津波とか地震以外に火災とか竜巻とかいろいろあります。例えばこれは森林で火災が発生したときに、あるところで火災が発生したら、プラントにある距離までこう火で炙られて何時間持つか持たないかって、そういう議論なんですね。そのときにこれ確率を入れてるんです。例えばね、一つには飛行機もあるんで、飛行機が墜落した、それで火災が起こった、その火災でこちらにプラントにどういう影響があるかって言ったら、飛行機が墜落するところは当然普通考えたら原発にすぐ、ね、横にぶつかるとかして、そこで火が起こるでしょ。そういうことを考えたからそうじゃないのよ。確率で計算すると、ね、こんなここにピンポイントで当たるってことなくて、ある範囲のこの範囲くらいしか確率的には落ちてこないと考えて、だからここから500メートル離れたところとか、そういうところで評価をしてる。確率で評価してる。確率っていうのはどれくらい起こりやすいかっていうことですね。で広いところですから、で飛行機が落ちるったってそんなにピンポイントで当たるってことは、まあ、非常に少ないです。数字で言うとね、今の評価で見てると10のマイナス8乗から10のマイナス9乗10マイナス8乗9乗ってピンとこないでしょ。100万分の1が10のマイナス6乗ですから、100万1000万、1億分の1とか10億分の1くらいの確率で、だからそんなものはないことにしましょうっていうのが規制委員会の考え方。私はね、福島の事故をね、あんたら何考えてんだと思いますよ。今時ですね、航空機事故なんて並べたらすごいですよ、航空機事故のリスト作ったって。その時にね、離れたところしか落ちないって言って、どういう考え方をしてるかっていうのは、これは本当にね、不思議ですね。これは本当に真面目に考えなきゃいけないんですけど、確率論っていうのに対して、ちょっと時間がありませんので、詳しく言いませんけども、私は確率で判断するというのは相当慎重でなければいけない。というふうに考えております。これはですね、外部電源の喪失の話を書いています。で、これ原電というか 東海ですね、の原発で、こういうふうにして非常に接続をですね、予備回線を作って十分にしているから安全性を高めたと言ってるんですね。ですけど問題はですね、まずそもそも外部電源というのは何かというと、原発に外から電気が来るでしょ。それがこういうふうに他の発電所から電気を送ってくるわけですから、長い送電線を使ってくるわけですよ。で、原発のプラントの中というのは耐震設計といって地震に対して設計します。一番クラスが高いのは耐震クラス S です。で、そうでないものを B クラスとか C クラスってまあやっていくんですね。で、外部電源、これはですね、とても S クラスなんかできない、できっこない、無理だから C クラスのままに置いてある。外部電源 C クラス、 S クラスにすればいいじゃないか、そんなことやって全部鉄塔全部作り直さないようになっちゃうでしょ。だからできない。しかもそれ長いわけでしょ。で、どっかが弱そうなところを補強したって言ってるけど、非常に長いところの 1個切れたらそれでその線はおしまいですから、そうするとそういうことが起こらないとは言えない、起こりうるんですよ。ですから現在の新しい基準をもってしても、外部電源は日本のような地震国においては外部電源喪失すると考えるべきなんですね。そうすると途端に外部電源喪失して、それから先の非常用電源とかそういう問題に一足飛びに行くんです。だから世界に冠たる安全性をって言ってるけど、何を言ってるんですか。もともとが安全じゃないからこっち側にバックアップをもっとどうこうって議論してるだけであって、何も安全じゃない、そういうふうに見えるんですね。これが鉄塔が壊れたね。これ
耐震設計の問題だったら違うって言ったんです。東京電力はこれは耐震設計こうやって揺すってもね壊れない丈夫だったんだけど土が崩れちゃったんで倒れちゃったっていう話なんですよね。それは事実でしょうけどそれ地震でしょ、ね、でじゃあこういうことが起こらないように全部やったらいいじゃない、単純にね S にしてって思うんですけど、ちょっとそれは勘弁ねって言ってるわけですよ、ね、できるだけ努力はしてるって言うんですよ。もちろんいろんなこと危なそうなところ見たって、だけど危なそうなところをやってそうやってできるような代物ではないっていうのが、これは外資が壊れたとかいろいろあるんですね。まあこれやるとキリがないからやりますけど、電源の信頼性向上、炉心損傷防止の対策、意図的な航空機落下への対応と、こういうものをですね、いわゆる過酷事故対策と称してるんですけども、こういう先ほど申し上げたように、いろんな人間が動かして、こう、物を動かして、消防車とか電源車とかこういうことをやったり、そういうことによって対策をやるということがですね、先ほど言いましたように、人間がやることですから、その環境条件によって天と地ほども変わるわけです。条件が福島でいっぱい経験してますよね。地震で非常にやられた分から津波で物が瓦礫が流れてそこで人がアクセスできなかった、電源が落ちたために全く真っ暗なんで懐中電灯でやってる、しかもそのうちに懐中電灯を見ながらバルブ操作のために図面を持ってきてどこのバルブって一生懸命調べて、さあ行こうと言ったら放射線が強すぎて逃げ帰ってきたって、こういうことの繰り返しをやってる、これが過酷事故で、その状態ね、そういうことを考えたときにこういうことをやったことが本当にどこまで成立するかっていうのが一番問題なんですね。これはあの原子のところのシステムなんで、ちょっとこれ飛ばしますね。冷却システムの話です。それで事故がどう起こったかっていう話ですが、溶けた溶融物が落ちてそれがさらに下に落ちて格納容器の床を流れて横にここに当たってない、当たってないと見てるんですけど、当たるすぐ近くまで来てこの構造物が熱で膨張して壊れたという説をあの一部の技術者が指摘してます。その可能性をですね、まあ私もそれ全部否定しませんけど、もともとマーク1型っていうのは落ちた時に溶融物が流れて格納容器のシェルにアタックする、シェル格納容器シェルアタックって言うんですけど、これはもう最初から分かってたことで、これ日立で計算してた、実験やったりしてた。だけどどうもね、水があると到達しないで済むっていう結論が得てたんですね。ですから私はですね、そういうものの考え方はね、納得してません。なぜかっていうと、水があるないって量的なものなし、条件によるでしょ。いろんな条件が多すぎてここに来ないという保証、来にくいというものは言ってもいいかもしれないね、技術的に。だけど来ないという保証はできないんじゃないかと思うんですね。そういう評価の仕方はいけないんじゃないか。そうではなくて、これ当たるとね、何が問題かっていうと、これ流れてこのコンクリートが反応するのは問題だけど、そのことだけじゃなくて、実はここから格納容器のシェル、鉄板が溶けて抜けちゃうわけですから、そうすると放射能をそのまま弁としたのと同じで、全く格納容器が格納容器じゃなくなっちゃう。だからこれはもう重大問題なんですよ。でそういうことが起こったか起こらないかっていうことすらも、実は 2号機においてこの辺がどうも怪しいと言ってるんだけども、未だに原因不明です。恥ずかしながら格納容器を担当しました私めをしましても無理です、分かりません、現状ですね。これは事故の時に1号機です。事故の時に電源がなくても原子炉のここにバルブがあるんですけど、4つあるんですけど、これ開いてる開いてる、これ閉じてるんですね。でぐるっと回って、ここの非常用蓄水器、アイソレーションコンデンサーと言ってるんですけど、このタンクの中にパイプが通って戻ってくる。でこれ原子炉の蒸気でこうぐーっとこれを開くとですね、これが流れて自動的に蒸気が来て、ここで蒸気が水に戻って戻る、中に入る。でこれを戻るんですね。これが冷却系のシステムで、電源がなくても動く。1号機においてこれが2機ついてる、大きなやつが A と B、 これがあるから1号機はメルトダウンしないだろう、ずっと初期の頃そう見てる。で吉田市長所を見ててもそう書いてある、最初の人これがあるから大丈夫だ。そのうちにどうも怪しい、どうもおかしいって言い始めて、なんでだろうなんでだろうとずっとそういう議論になる。その時に水位がおかしいとかいろんな議論があるんですけど、後から事故調査委員会で調べた結果、このバルブ
このバルブが閉じてたんではないか。それは電源がなくなる。電源がなくなると自動的にバルブをクローズする。フェイルクローズって言ってるんですけど、少なくともこのシステムはそうなった。そうすると電源が落ちたときに自動的にこの電自動的にバルブを閉めるように設計になってる。で、そういうことで IC が事実上実は8時間くらい運転できるはずが、ろくに数十分でしか運転できなくて、実際は冷却できないままメルトダウンしてるっていう結論なんですね。で、それがこのバルブ構成の問題だっていう議論と、実はバルブ構成はそうなってるけども、それが本質的じゃなくて、原子炉からここから水素が出るんですね、燃料を溶けると。で、水素が入ってくると、これが水素が配管の中に入ってきますと凝縮しない。水蒸気が冷えて水になって戻るんでぐるぐる回るんですけど、水素だったら動かないんですよ、要するに。だから水素が入った途端にこれはもう機能喪失、ダメなんだっていうのが国会事故調の見解です。私も水素が入ったらダメだと思います。だから後期、このメルトダウンして、ね、メルトあの炉心溶液を起こしてダーッと水素が出てくる段階になったらもうこれダメでしょというのが一点。そういう状態で使えないってこと。それともう一つは、バルブの問題はまた別個にあるんですね。バルブの問題はですね、何かと言いますと、これちょっと分かりにくいんですが、事故があったときに格納容器というのはですね、全部自動的にバルブを閉めるのが原則なんです。冷却して使う水ね、で冷却するものを除いては基本的には全部自動的に隔離弁が自動で縛ります。そうでないとですね、放射能が大量に出てるときにね、一個一個対応してられませんから、何百本もありますからね、全部この配管を閉める、これ隔離って原子の隔離弁って。で、これがあるから原子力は格納容器は安全を保てるわけでしょ。で、そのようにこれも設計してたわけですよ。ところがそれが裏面出てるわけですよ。つまり隔離機能を優先したから、じゃあ冷却する機能を失っちゃったから、ね、自ら冷やすための機能を殺してることになるわけでしょ。一体どうしてそうなったのよと、そういうことになるわけです。それは設計の最初のあり方に戻る。一体何がいけなかったっていう議論なんです。で、そこに本当に今戻って議論してるかっていうとね、規制委員会の中でもサラサラって言って、あ、これはいけなかった、他のはどうだって言ったら、電源がなくなった時にクローズじゃなくてアズイズといって、その状態で止まるようになってるからいいんだとかね、そういう浅いレベルの話で止めてるんです。私はそれが一番問題だと思ってる。電源がなくなった時にどういう状態になるんですか、その後どうするんですか、対応が全部あるわけでしょ。あるいは本来機能すべき時にこうならなきゃいけないって、設計の根本問題なんです、このバルブ構成の。そんなところもきちんとやらないでおいてね、再稼働って一体どういう神経をしているのか、私には全く理解できない。これ問題は残ってます、まだ。これ田中道彦ですね、田中道彦さんが中心にしているその国会事故調って言って、国会で解散しちゃったもんだから、その後の、自主的に事故調査を勉強してますね。その中でもいろんなこういう議論をしてます。これが今の IC の普通さだと思うんだよね。で、つまりフェイルセーフ機能っていうんですけど、何かエラーがあってそれを安全側に持っていくときに、隔離弁は格納容器を隔離する機能とバルブを開いて冷却する機能が相反するわけです。これがどっちを選ぶんですかっていうハムレットばりの悩みなんです、ね、そうするとどっちを選ぶかということを決断するにはですね、情報がいるわけです。今どういう状態になっているか、その情報が得られなかったんですよ、実際に。だって原子炉の水平が熱で水位ちゃんと示してなかったの。水が入ってると思ってたんです、運転してる連中は。実はもう空だけになってたんですよ。そういう状態でバルブ閉じるも開くも減ったくもない状態は分からないんですから、状態が分からない中ではですね、安全をどちらに持っていくか定義不能なんですよ。安全側がどっちか分からないから、冷却する冷却しない。で、原子力のですね、私がこの間の事故の時で一番解説させていただいている中で一番よく出てくる言葉はこれなんです。相反するですね。どっちにするか。イメージはね、山の頂をずっと歩いてると事故が起こった。右に行け、右に行ったら危ない、落っこっちゃう。だから怖いから左に置く。左に行くと爆発するんですよ。どうしたらいいの。右は落ちる、左は爆発。究極の選択だって言うんです、原子力の場合。本当そうなんですよ。普通の技術そうじゃないの。例えばね、今言ったあれでこっち行ったら右行ったら落ちるんだと、
だったら十分安全、何メーターもずっとね左肩が歩くんです、こっちが安全だから、ちょっとおしまいなんです。ところが原子力においては反対側にまた嫌なものがあるわけですよ、ね、バルブ開いてたらまずいから、じゃあ閉じればいいかって、閉じたらじゃあ冷却できなくなる、どうすんのよって、そういう二律背反といいますかね、こう矛盾した関係になる、これが一番問題なんですね。でこれはあの決してね、その責めるために言ってるんじゃないんです、馬鹿にしてもいません、本質的にそういうことになっているということを理解しておかないと、あたかも安全が簡単に保てるように誤解しちゃう。で専門家の言葉っていうのはすごくごまかしますんでね、ごまかすつもりはないんですけど、煙に巻かれてしまうところがある。こういう時には安全になるように設計、フェールセーフです、フェールセーフ設計してます。どこがフェールセーフですか、フェールアウトですね、これっていう感じがするんですね、状況によっては。はい、時間の関係なんで少し速度を上げます。原子炉の水位が分かんなくなった、それどういうことかっていうと、原子炉からこうピーッとパイプを置いてね、こうして基準面容器っていって、ここに容器を置いて、この水面の差でこの圧力差を調べて原子炉の中の水位を調べる、これが原因です。ところが福島ではここでここのここがメルトダウン、あの炉心溶融を起こしてしまった、だんだんしてくると外が熱くなって、ここもこの水が蒸発しちゃう、でこの水位が下がっちゃう、そうすると基準面が下がっちゃうから全然違ってきちゃうわけですね。そうすると基準面がこの下がったことによって、あたかも水があるかのごとく表示されてた。で吉田省庁でもそれ出てます、水位がなんでこれなのに、なんだおかしいなこれは、最初はあれなんだけど、だんだん疑っていくんですね、どうもこの水位がおかしいかもしれない、その通りです、実際おかしかった。で今ではその東京電力もこれ調べて、いやこれはまずかったっていうんで水位計がダメですっていうことは表現してます。じゃあどうするの対策、ここにこの近くに温度計をつけて、この辺の温度がぐわーっと上がったら、この水位計は当てになりませんよっていうことを確かめますって言ってるんです。水位計そのものは何にも改善しない、そのまま。これが今の沸騰水型です、日本の沸騰水型全部これ同じ原理ですから全く改善されてません。一部の人さすがに言いましたよね、これは水位計なんとかした方がいいんじゃない、いやそれは5年も6年もかかる開発に、1年や2年じゃできこない、それだと再稼働に困っちゃうから、そういうこと言うんですよ、ね、だからことほど採用にね、その当たり前のことですね、これは水位計としてダメだった、だったらこれは一から普通技術者でしたらこれを設計し直して問題がないようにするんですけど、それがすぐできない、だったらここにちょっと見ここを見といて、やばかったらやばいっていうことを言うから、まあ騙し使おう、そういう発想なんですね。こういう考え方はですね、あの安全のこう確保するっていう観点からは最悪ですね、そういうものの考え方は。そういうあのこれはね、何かっていうと、例えばですよ、この原子炉を今運転しないとみんな全滅しちゃう、そういう状態だったら私もしぶしぶ OK しますよ。エクソンそうじゃないんだから、今原発動かなくたって火力十分電力賄われてるし、経済性だって原発の方が怪しい、かなり怪しい、怪しいというか最近の試算によれば明らかに高い、事故まで含めたらね、そういう状態なのにこんなの固執する必要ない、少なくともですよ、100歩譲って、もし原発のね、もし再稼働ってことの目論むとしてもですよ、こういうことを全部やってから言えよって、そういうことですよ、全部やってから、すべてやった後で、さあ皆さんここまでやりました、ようございますね、お願いしますって、それだったらね、まだ筋としてはね、あの私反対ですよ、反対だけど筋としては分かる。これ計測系の細かいんでちょっと見にくいと思いますけどね、計測系の温度とか圧力とかそういうデータをどこまで取れるか、レンジっていうかね、幅です。実はね、こういうものが問題なんです、不十分。例えば格納容器内の温度ね、0度から200度でしょ、これどういうことかっていうと、また福島と同じ過ちをしています。何かっていうと、福島の時にこれ以上事故起こらない、いかないよねって言ってやってたことが起こったでしょ、今回いろんな工夫したけど、温度が200度 C に収まるって保証がなんらないですよ。もちろんそうあってほしいけどね、これ以上上がらないでほしいけど、そういうことをね、勝手にね、ここで200度切るっていう感覚はね、過酷事故ってことをバカにしてるとか、あの、甘く見てる。過酷事故っていうのは、ぐーっとほっといたらエネルギーがずっと上がって、どん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 温度圧力が上昇するんですよ。普通のものはね、だいたい火力発電とかね、
放っといて事故になってもずっと最後はまあ何百度かここで終わって差し入るっていうのは、まあ、安定していくんですけど、原発はそうじゃないんですよ。ほぼ無限に上がってくるずっと。こんな可愛らしい200なんてありえない。だって格納容器の中に溶融物出てくるの2000数百度とかそういう感じでしょ。1000度じゃ済まないんですよ、溶融物は。それが近くにあるのなんで200度で収まるんですか。これ平均温度としてこの、ね、こういうふうにコントロールできると思ってるんですよ。だからこうやろうとするのにコントロールここまでで抑えようとするのはいいけど、係争系というのはこれの何倍も取らなきゃいけない。ずっとはるかに、だって実際に福島では上の方トップの方500度くらいになった計測がある、400、500度が、ね、そうするとこんな温度計の範囲をね設定するってこと自身がおかしいっていうことですね。これは格納容器というのが壊れ方がいろいろあるっていうことで、まあ、ちょっと今日飛ばしますね。水素爆発とかもいろんな諸々の壊れ方がありますよってことだけちょっと申し上げます。これは使用済み燃料プールの底の、システムがどうなってるか。でこの水位を測ってこう対策するってこと、意外とこういうのが一旦漏れてしまうとわからない。非常に大きなプールなんで、ライナーといって薄い 6. 何ミリの鉄板ね、ステンレスの板でできてるんだけど、溶接部なんかに仮になんか血管があって穴が開くとするでしょ。で漏れるでしょ。漏れるとね、ここに検知器がついててここに漏れたっていうのは分かるんですけど、はずなんですけど、どこかは分からない。だからずっと補修ができないんです。ほぼでそれが穴が大きくて、もし供給する水が粉が止まってしまってここからどんどん出ていくとすると水位がどんどん下がっていくと、そういうことになる可能性が否定できないっていうことがこの問題なんですね。その時にこれは原子炉と違ってそんなにシステムがちゃんと全般にできてるわけじゃなくて、外からこうつなぎ込んでいくようなレベルですから非常に信頼性が低いんですね。これは制御棒の先ほどのお話のね、制御棒がどうなったらどう入る入らないって話の議論のためにシステム構成で移しただけで、これ飛ばします。ご興味のあることはこれ後でね、こういうのを調べていただくと分かると思います。これは制御棒ですね。脱落したりトラブルがあったっていう事例を並べてます。さて話を進めます。重要な話です。原子炉を冷却するにあたって、原子炉を冷却するにはですね、ポンプで水を入れるんですが、高圧系といって圧力の高い状態の原子炉に水を入れるシステムと、圧力が低く下がってから入れるシステム、2つあります。大きく見てで最初は原子炉の圧力高いですから、その状態で水を入れようとしてもなかなか入らなくて、特に高圧系のシステムが動かない、今回電源が落ちてたらね動かなかった。そうすると圧力を下げて外からなんとか消防車にしろ何しろ水を入れようとするんですね。そのために減圧、圧力を落とす原子炉ので、原子炉のこの圧力バルブを開いて原子炉を減圧するんですけど、その時ですね、実はこういうことがある。なかなか SR 弁っていうんですかね、逃がし安全弁っていうんです、このシステム全体を。で、これ原子炉がここにあって、蒸気がこう流れて、そこから圧力をこう抜くようになって、ここが圧力が上がると自動的に抜けるんです。で、福島の時には自動的に抜けるんじゃなくて、この状態でもうとにかく原子炉の圧力を落としたいので、これを窒素ガスを入れて、ここから無理やり開いて、これ上がるとこれ一緒に上がるんですね。こういうふうに動かして、それでここ開こうとしたんですね。そしたら実はなかなか開かなかった。それが後から分かったことは何かっていうと、ここは全体は格納容器の中にあるんですね。で格納容器の中はですね、実は設計した温度や圧力で上がってるんです。設計だいたい3気圧くらいですけど、その圧力よりもここがどんどん上がってきた。そうするとここでちょっと赤で書いてあるけど、ここバルブをピストンをこう下からグーッと上げるんだけど、それに格納容器の圧力が反対側から邪魔するんです。排圧って言うんだけど、そうすると格納容器の圧力をに打ち勝って出さないとこれ動かない。この逃がし安全弁というのは原発メーカー、私が言ったような東芝とか日立ではなくて、そのメーカーに、原子力メーカーに、ポンプを作って設計して収めるメーカーがあるんですね。
そこのメーカーのポンプの方のポンプとかバルブ、そういうもののメーカーのエンジニアが発言している。それによると格納容器の圧力が設計圧より超えた時にはこれは開きませんって言ってる。これあの NHK のね、あの取材の中でも入ってきてるんですけど、調査の中で私これ見てびっくりしたの。待ってくれよ。なぜかっていうとね、もちろん原子力ってのはいろんないっぱいの人を設計してるんだけども、私も変わったのにね、こんなことが起こるっていうのはね、もう想像を絶しますね。だってそうでしょ、格納容器の圧力がぐっと上がってたのに、私の役割はね、後藤君か後藤さんか分かんないけど、何か言われて、格納容器、この格納容器どのくらいまで持つ、圧力どのくらい、温度どのくらい、検討してくれって言われたでしょ。で私は東芝に入ってほとんどその仕事ばっかりやってきたんです。これどのくらい持つかなとか、そうしていてたら、実はここ構造全体が持つ話じゃない、中の重要な機能が格納容器の圧力が上がっちゃったら働かない、何よそれって話でしょ。それも今回事故になって分かったわけでしょ。メーカーにあるいた私ですら知らないんで、そんなことは周りだってほとんど知りませんよ。原発メーカーのエンジニアが知らない。このバルブを設計した連中だけが分かってるって、なんだこれは、とんでもない話ですよ。もうここの一時を見ただけでもう愕然とします。それで私の結論は何かっていうと、これはですね、過酷事故っていうものをね、全くね間違ってるから、考え方が。設計の条件というのがあって、格納容器設計する。これもね、事故が起こったことを考えて設計してるんですよ。ですから、メルトダウンしないということが条件なんですね。配管が入ったら。で、圧力温度は、あ、この辺に冷却系が働くとこうなるって分かってるんですけど、それを超えてしまうと、どういう条件になるかっていうのは変わってくるでしょ。その状態でちゃんと、それぞれのものが機能するかのチェックをしてなければ、過酷事故に耐えられないのは当たり前じゃないですか。それはですね、とにもなおさず格納容器ってものを最初に設計する条件があって、その条件を見直さなきゃいけない。過酷事故の条件に見直さなきゃいけない。そういう作業がなされてない。放っといて付け足してチェックやってる。そんなものに落ちる。必ず落ちます。何千何万というシステムがあるんですよ。その細かいバルブまでいれば。そんなものの中でね、そういうね、あれチェックしたかどうかなんて話はね、とんでもない話なの。というのが私の言いたいことですね。繰り返しこれやります。何回でもこれやる。しつこいんでね。人がこうやって、ね、ホースをつないで、これ何百メートルもこうやってやりますね。実際にはここでね、うまくつながなかったり、引っ張れなかったり、あるいは引っ張ってたときに、2号機、あれ、3号機か。2号機のホースを引いてたときに、3号機の爆発があって、爆風ですっ飛ばされて、引いたホースが全部やられて、一からやり直して、そういうことの繰り返しやってきてるわけですよ。一体、この、こういうふうに見えて、あ、こういうふうにすればできますよっていうのは、本当にどうしてそういうことを言えるんでしょうっていうのは、これ繰り返し申し上げておきます。これはですね、実は消防車で外から消火系って言って、そこに原子炉に水入れるとこないから、もうどうしようもないから、このここに口があるんですね、入れるとこ、そこに消防車からホースをつなぎ込んでガッと水入れる。これ必死の思いでやったんです。大変だったんです。やった、成功した。水が入って原子炉の方に行ったはずだ、はずだですよ。後から見たら半分も行ったら3分の1くらい。あとどこ行ったかというと、こっち、みんなこっち あのタービンの方にね行っちゃった。でこれがね、この途中にあるこういう消防車から入れてる子なんだけど、これが本当はこちらに行くと思ってこっちが繋がってるからね、行くと思ったら実は大半がこっちに行っちゃった。そういうことが後から、これ分析した後から分かってるね。そうすると、ホースをつなぎ込んで入れた。やっとできたよね。救われたと思ったのが、全然救われてない。こういうことがごちゃまんとある。格納容器弁当も同じなんですよ。格納容器弁当、弁当ってバルブをいくつも開くんだけど、それを開いていく途中で、うまく開かなくて大変だった。消し台が入ってやっと開いた。やったと思ったんだけど、知っても圧力落ちない。なぜかったらバルブが勝手にまたクローズしちゃう、閉まっちゃったりして、でその間に格納容器のいろんなフランジからシューシューと漏れて、弁当をやるのがいいとは言わないけど、やらないと爆発しちゃうんだったらしょうがないね。じゃあ弁当しようとした。しかし弁当もうまくいってない。でダダ漏れに漏れてる。だからつまり言いたいことは、技術的な問題っていうのは、そのことほどさように、こういう対策でどうこうって言ったのが、いろんなところに随所にそういう
うまくいかないことがあるのが事故なんです。これは必ずあります。そのことそのことを想定しないで安全の議論をすること自身がね、意味がない。これは細い IAK 配管って言うんですけど、軽装系とも言いますね。そのいろんな、これ NHK スペシャルのとこからちょっと借りてるんですけど、細い配管は耐震クラスが低いんです。 C って S じゃない、ね、そうすると地震が来たら壊れててもおかしくないっていうところがごちゃまんとあるんです。つまり計測するとかそういうのは二次的になってるんで、考え方がだからあまり重視してないんですね。そういうことが問題です。さて時間が迫ってきたのでちょっと飛ばしますね。これをやめよう。これはマーク2型といいます。東海第二の原発がこういうタイプ。ちょっとだけ説明してください。マーク1型っていうのはプールが横にドーナツ型になってたんですけど、マーク2型は下にプールがあります。で事故が起こって配管が切れると、ここからベント管っていって下に真下に水中に入っていく。これ、大型のマーク2改良型の場合だと、柏崎なんかの場合だと確か108本くらいだったと思いますね。このベント管の数がそれがガーッといって下でブワーッと吹いて冷やす、蒸気が水に、そういう格好になる。これはやってるとキリがないからやめましょう。でマーク2型の特徴は、単純にもし炉心溶融を起こすと、その後下にプールに水が落ちるの、プールに溶融物、溶けた燃料が落ちるので、そこで水蒸気爆発を起こす危険性が高いということを心配しています。でこれは一部検討したとか言ってますけど、私はこれは本当にそういうふうに確実に落とし込むことができるかどうかっていうのは非常に心配しています。火山で溶岩が水と接触すると大爆発を起こします。だいたい1000度オーダー、高温の溶融物と低い温度の水ですね、例えばの温度差が1000度オーダー以上あると水蒸気爆発を起こすと言われています。で火山のところではしょっちゅう起こしています。で原子力ではそれを起こしにくいという評価をしているというのが実態です。それからケーブルの火災ですね。これ東海大には特にこれが問題だと思います。古いプラントなんで、ケーブルがですね、難燃性、つまり燃えにくいケーブルじゃなくて燃えやすい材料でできている、これが問題なんですね。それでこれ細かい評価ちょっとやめますけど、イメージはね、こんなこと、これ私が実際に実験でやった時のなんであれなんですけど、例えばケーブル300度 C くらいまで炙るとこんなになっちゃうんですよ。こんな状態になっちゃう。ましてこれもうちょっといってボーッと火が出たらめちゃくちゃになっちゃう。でこういうことが原発で起こるとですね、大変なことになるんですね。でこれそれをね、表面にね、こう防火塗料を抜くとかラッピングするとか、そういうことでいいことにしようとしてる。それが甘いと思います。でこれ試験のやり方があるんですけど、そもそも何年生かなんかっていうのは、その状態で火災が発生あるいは炎症しないかっていうことなんですけど、劣化したりね、特に塗料で塗った時なんか、なんか物が当たってね、原発の中の事故っていうのはね、ものすごい物が飛び交うんですよ。バーンと配管が破断するでしょ。だその時バーッと飛び散ってジェット流が吹いて物が壊れてバーッといって、そういうものが格納容器の壁にバンバン当たるんですよ。で格納容器がそれで壊れないように設計してるの。だからね、例えばケーブルがあったらそれに何かボンとぶつかったらね、いっぺんでそんな傷ついちゃう。そこから火が入ったらどうするんですかっていうことがパッと思いつくんですね、原発の場合。そういうことが全く考えられてない。これは小川さんって方がね、提供してくれたんだけど、どうもケーブルが燃えた可能性があるんじゃないのっていう指摘を福島のね、映像から言ってるの、私もその可能性が否定できないと思ってます。でブラウンズフェリーという1975年に米国の原発で火災が起こります。こうやってこれすごい火災なんですね。なんとね、この時はね、こういう、こう書いてないかな、こう消しちゃったかな、少なくとも数百本の単位、数百本の単位で燃えていて、それもしかも安全系だけで2、300本あるというね、そういう感じです。そうすると大量に、一旦火がつくと大量にいっちゃうわけですね。これはもう脅威ですね。ですから絶対にケーブル火災なんかはとんでもない話になる。そうするとちょっと何か対策してこれでいいよなんていう甘い考えでやるのは、これはいけないんじゃないですかっていうことです。
からこれが最後にいつも出てくるいつも私が一番けなす人をバカにしてるってやつです。冷却に失敗して格納容器の弁当なんかにも格納容器もなんか壊れてしまったっていう時にはどうしようもないので、その時にはこういう強力な大型ノズルを持ってきて、これで放水して放射能の拡散を抑制しますっていうふうに書いてあります。皆さんこれがあるから安全ですか、安全ですねと考えられますかってことです。何パーセント寄与するんですかって私聞きたい。 1% も寄与しません、ね、こんなものはパーセントならいかない。だって考えてみてください、放射能ダーッと出てるときにね、水吹いてシューってさ、子供の遊びやる前にね、何を言ってるんですかって。福島だってね、あの時放水したから外からやったのがあんな全く無意味なんですよ。せいぜいキリンみたいにこうやっていったでしょ、中にノズル入れてそこから水やったのはまだいいの。ここからやってるのはあれパフォーマンスですからね、明らかに。アメリカに言われて、日本はこのまま壊滅するのかって言われて、いややらなきゃいかんって、やるふりしとって、それは言ってるのは私の勝手な解釈ですけど、それしか見えない、明らかに。あれふりですよ、明らかに。そうだと私は思います。あれ真面目に考えてるとしたら、その他その人ちょっといかがなのかと思いますね。これは弁当の話でちょっと飛ばします。これはね東海第二の例だけど、弁当っていうのはここから要は格納容器の圧力が上がっちゃうんで、それを引いてグーッといって、この中で水を通して、あと金属製のフィルターを通して外に出します、こういうシステムで、これいろんなところにバルブとかいろんな複雑になっていて、これ特に柏崎の見てったらね、膨大なシステムなんです。これ1個が全体がすごい複雑です。ですからそれがトラブルが起こった時には、これが例えばどっかがピッと切れただけでもうこれは機能しなくなるんですよ。そうすると弁当できないんだから、これは閉じちゃって、どんどん圧力温度があったらそのまま直接フィルターなしで抜くことになります。だからフィルター弁当っていうのはもちろんないよりあった方がいいけども、それがあったからいいとは言うのはそれはちょっと甘いというふうに思います。特に東海第二なんかは1機しかつけてない。柏崎は泉田知事に言われて渋々ですけどしょうがないって2機つけました。1機こうやって地下に2機にした。私はですね、それでいいと言いませんよ、いいと言いませんけど、最低そのくらいのことやれよと。なぜかというと、繰り返しますが、これは格納容器の一部なんです、この部分は全部と。どこが切れてもそのまま格納容器が出てくる。だからここが壊れたらどうするかと、隔離弁を閉めるんです、こう全部ね。配管が切れたら自動的に隔離弁を閉めますよね、隔離を隔離します。いいけどフィルターが使えなくなるぞ。つまりどこがちょっと漏れてもフィルター使えなくなる。そんなシステムを1個つけて安全ですっていうのは言い過ぎでしょって私言ってる。少なくても私2個だっていいと言わないな、これだとね。本当にね、複数つけてやってそれでもどうかなっていうふうに思ってるわけです。もともと私の意見はこれが小さいからいけないよって言ってるわけです。一から考え直しましょうっていうのが私の意見です。もうちょっとね、格納容器はそういう意味でもう究極の選択ですからね。格納容器に放射能を閉じ込めてるわけですけど、それをフィルターをつけようがつけまいが外に出すっていう行為は格納容器にとってやはり自殺なんで、途中でフィルターがあるっていうのはフィルターがちゃんと機能することを前提に考えてるけど、フィルターが機能しないことがあり得る。水温が上がってくると取れないし、フィルターの水位がダメだったら難しいし、金属フィルターが詰まったらダメだとか、そういうことがどうしても技術的にありえます。これは飛ばします。これはね、何から持ってきたかっていうと、仙台原発だ。仙台原発の原子炉の水位がね、お調べておく、事故の時の解析やってるのがピーッといってね、これ時間、これ1時間ね、1時間ちょっと19分で炉心溶融を開始して、これ冷却できなかった時ね、で断続的な原子炉の下部じゃなくて、これ溶けていってダーッといって、圧力容器がメルトスルーするまで 1.5 時間1時間半でメルトスルーしちゃう。これ加圧水型ってすごいんですよ。福島に厳しい、加圧水型の方が沸騰水型より厳しい、原子炉の余裕に関してはめちゃくちゃに。そういうふうに考えるとね、これをどうやって対策どうこうっていうレベルのことをね考えるっていうのはちょっと違うんじゃないかと思うんですね。でこれもっとひどいのは、そうすると原子炉を冷やすことができない、こう体重故障を起こしてる。その時にはどうするかって言ったら、もう原子炉を冷やすのを諦めます。で格納容器にスプレーして、格納容器にスプレーしたやつが下に水が溜まって、そこに原子炉から溶けてきたやつが起こってきて、ね、そのプールの中にポチョンと溶異物が起こって冷えて固まりますっていうシナリオを書いてる。水蒸気爆発のことを一応ちょっと書いてますね。 FCI って
水蒸気爆発、いろいろ研究しての成果を見ますと、水蒸気爆発は起こしにくいというふうに思われるので、もう無視しました。はっきりそう言ってます。本当ですか？そんなに水蒸気爆発って知見があるんですか？調べていくとね、確かにいろんな実験やってるんですけど、起きたり起こらなかったりしてるんだけど、大体扱ってる規模がね、質量、重さで言って100分の1、実際のものに対して、原子炉に対して。そんなものをね、実験でこうやってね、そのままね、こういう複雑な現象に適用するのは、それはおかしい。だって報告書に書いてあるんだもん。JAA の原子力研究開発機構が出した報告書の中から見てると、これを実験結果を見て、なおこれについて注意書きがあって、適用についてる注意書き。量はね、100分の1の規模でやってるので、それが大幅に変わったときには結論が変わる可能性がありますって。はっきり書いてますよ。そのことをね、原発で平気で使ってるの。その規制委員会がね。私ね、どういう神経してるんですか、あなた方は。本当そう思いますよ。もちろんね、いろんな結果によっては、これ起こしにくいとか、こうだっていうのはありますよ、技術的に。わかります。ですけど、そういう問題じゃないでしょう。福島の事故をしたのに、いまだにそういうことをおっしゃるという方々がいらっしゃるのは、非常に、これはもう、これはスリーマイルの時のね、後から解釈してやってたけど、こういう、この状態とこういう状態が全部付き合わせてわかんない限り、我々はわからないです。福島は全くこれはわかってないんですよ。シミュレーションでやって、ああでもないことでも言ってるだけ。しかもどこに容易物があるかも分かってない。これ論外に出てるでしょ。ここから出てるんだからもっと複雑でしょ。そんな状態の分かってないくせに、分かったことのふりするな。するなじゃない。分かったふりじゃなくてね。分かったと言い切ってるんだから。日本原子力学会。一番ひどい。直接的原因では分かった。地震じゃなくて津波だ。まあ、それ仮にいいとしましょう。で、直接的原因分かって、しかもそれだけではない。もう根本的な原因まで分かった。ちょっと待って。じゃあ、どこに今、溶融物がどういう状態で、どこで冷えてどうなったんですか？ 2 号機の格納容器は穴どこに開いてて、なんでですか？その2つだけだって答えられない。全く誰も。私も答えられない。それをもってね、だからこういうことになって初めて、いろんなことが分かってくるとかあるんですよ。ちょっとね。で、そこすらも至らないときにね、そんなものを言うのが、学者かっていうのが私が一番気になるところですね。もう政治的な発言しか見えませんね。これはですからマーク2型のそのいいね、もう余裕の問題なんでやめます。でちょっと結論の方にそろそろ行かないといかんので、ちょっとこれ溶融物の細かい技術的なあれをちょっと見てみたいと思います。飛ばしますね、この辺ね。でこの水蒸気爆発の件は、今のちょっと細かいですけど、ご興味ある方はここのところを見ていただくと書いてます。 JAA の水蒸気爆発のレポートってあって、これについてこれを見ながら私はちょっと批判してます。もちろんその部分的にねこうだっていうのはありますけど、実機より100倍もおかしいとかね、そういうことを言ってるんですね。それから、手がつまり炉心溶融が起こると手がつけられないっていうのが原発だというふうに理解していいと思います。それでこれ格納容器でよくて、これは格納容器が小さいって話、飛ばします。これもいい。それでフェールセーフの話をちょっとやった方がいいんで、これ横須賀にある核燃料の工場 GNFJ っていう会社なんですけど、そこでウランの粉末の入った缶がこうコンベヤー上に流れて、核物質というのは JCO の事故のあったように、ある一定の質量、ある一定の量がこういっただけで、それでそのまま核反応進みます、臨界になります。極めて危険ですから、絶対にそうならないためのシステムを作っていきます。だからこの場合にも、このウランの缶とこのウランの缶の距離は30センチ以上離れて、絶対にぶつからないように設計になっているはずでした。ところが運転員が気がついたら、これが、絵がないな。すいません。絵をカットしちゃったな。これがね、ぶっとぶつかってる。大変だ、ぶつかっちゃったって言って引き離してたんだ。まあいいですよ。いいですけど、もし、行った瞬間に臨界に達してたら、もうその周り周囲みんな全滅するわけでしょ。もちろんね、実はこの時に結果としてアトムから見るとその量がそんなになかったから臨界にならなかったんですよ、結論です。だから大した問題じゃなかったって、そういうものの言い方してます。私はその発想にものすごい違和感を感じます。何のためにこれやってるか、絶対にそういうことが起こらないように設計したものがね、トラブルと人のミスが重なって起こったんでしょ。だったらそれ自身のこれシステム欠陥でしょ。こんなもの使えないわけですよ。
設計一からやり直せってことなんですよ。でそういう発想がないといけない。だから原子力の中にはこういうこの原発自身じゃなくて他に随所にこういう問題があるんですね、というのが私が一番気にしている一つの事柄です。あ、こうあったあった、これこういうふうになっちゃった。でえって言ってさ、いや大変だって引き離してね臨界防げんならいいですよね。臨界瞬時にしておしまいですから、この一旦にもし核、ね、臨界 JCO になってたら周囲の半径全滅するわけですよ、みんな当然。そういうことを考えたときに、こういうインターロックっていうんですかね、こうならないように設計する、技術的にやるってことがちゃんとできないってことは、これは本当に考えなきゃいけない。で原子力規制委員会もこれに対してこういうことに対してなんでこんなに甘いのかなと私は思いますね。これ設計の基本ですよ。基本思想を見直さなきゃダメですよ。これを小手先でね、何がいけないっていうレベルで止めちゃいけない。航空機落下の話、航空機落下、これはさっき言ったからあれですね、あの確率で話す話ね、あれ勘弁してくださいって話ですね。だってこんななってね、ぶつかってどうこうなるってことはね、あってほしくないけど、やっぱ考えてみなきゃいかんわけじゃないですか、何かあった時に。それをね、いや評価をしますって言ってるのよ。それでいやでも航路とかいろいろ調べた結果、ここに当たる確率は10のマイナス70より小さいので評価する必要がありませんって。これが結論、日本中の原発ですよ。これ全部全期調べました、私。全国の10のマイナス80です。ほとんど当たり前なんだけど、計算方法が同じだから、日本の面積全体に対して原発の面積こうだって、その比率をかけて確率かけて、あアホかっていうんです。これ具体例申し上げます。アムステルダムで、ね、離陸途中のジャンボ機が突っ込んじゃって、本当は航空機っていうのはね、民間に突っ込まないように絶対そう言っちゃいけない、行かないって行かないような設計思想を取る、当たり前。ところが対処できない。つまりジャンボ機はね、2機4機のあるエンジンのうち2機脱落してるんですよ。でも上空であったならばジャンボ機はそのまま航空できます、そういう設計です。だけど離陸途中というのは不安定ですから、速度がねまだ揚力足りないんで、その状態で2機脱落して制御不能になって、ちょっと降りる、うんですね、とにかくあの状態についてちょっと間違った表現になるかもしれないけども、いずれにしても安定状態じゃないところで2機脱落したために、思わぬ形でこの高層アパートに突っ込みます。でこれ、このジャンボ機は貨物機なので乗員数名が、まあ、気の毒で亡くなりましたけど、それだけじゃなくて実はこちら側で、ね、何十人も亡くなっている。これが大問題なんです、考え方としては。なぜかというと航空機の事故というのはありえますよね。そうした時どうするかって、パイロットの義務はね、もちろん乗員乗客を守るのがありますけど、もっと大事なのは第三者を巻き込まないって鉄則なんです、大原則が。だから辛いけどもね、口じゃ言わないけどパイロットはよ、ね、ここら本当はもうなるべくこうした方がいいと思っても、民家が近い時はそれやめて、あえて海の方に行くように訓練というか規則も決まってる。だから避けられる。で原発で見ていくと、いやあの航空機は航空法でその民家を避けるようにしてるとかね、航路はこうだとか、民家あのジェット戦闘機もこう空域外してるとか、そういうレベルの話書いてあるんですよ。だけど航空機が制御不能になった時、そんなこと言ってられないんだということを理解しなくちゃいけないというのが私の考えですね。ご承知のように御巣鷹山の、ね、事故、あれもそうですよね。伊豆半島上空で核兵器が壊れて、で制御不能になった航空機が大阪行く途中ですね、ここから30分も迷走して御巣鷹山に墜落してるって、そうすると確率でやります？これがここに落ちる確率は何ですか？計算してくださいよ、どうぞ。意味がない、そういうことは言ってもね。だからそういうレベルで言ってのはね、あの確率論とかそういうの遊びで使ってんだ、あれは。学生のね、あの学生の物理数学の計算のね、練習ですよ、あんなもん。ふざけんじゃないって言うんだ。そうじゃなくて、現実にこういうことが起こったということは、毎日起こったときはどうかっていう評価すればいい、単純に。ぶつけて計算すればいいんですよ、ぶつける計算を。単純ですよ、それだけ。それすらもやらないっていうのは、これは詭弁です。これが私の一番、いつも持ち上げた一番大事な話。技術が本質的に安全できるか、本質安全。つまり何かあった時に安全がなんだったらいいけど、ダメだったらプリベンション、事故を防ぐ努力をする。それでも突破されたらその事故が被害が拡大することを防ぐ努力をする。これ設計で考えます。
ギリシャでやるべきことがここまで。で、ここから先は問題ない。でも、じゃあ、後藤さん、あなたが設計したミチゲーションまでやったものは、最悪どのくらいの被害になりますかということを、私は皆さんに説明する義務がある。だから、格納容器があるから安全ですっていう、言うならば、安全なように努力して作りました。でも、過酷事故が起こると、残念ながら、格納容器はベントせざるを得ません。だから、フィルターつけました。フィルターは壊れることはないですか？いや、壊れることはあります。壊れたときどうですか？ごめんなさい、そこまでは耐えられなくて全部出ます。でも、めったにないですから許してください。じゃあ皆さん、どちらに選択しますか？こういうことなんです。ここの技術者がやるべきことで、ここのことを技術者がちゃんと技術の方でやらないからいけないんです。それからあとは、それこそ、その受任、ね、影響を受ける人が考える。当たり前でしょ？人の命を左右することを言っといてね、それをね、説明しないっていうのは何ですか、これ。一番ひどい。これが原発の一番ひどさです。私はね、再生とか反対とか言って以前にここのところをきちんとやらないものに対してはね、こんな許されるはずがないと、そういうふうに考えている。これ人権無視もいいところだと思います。で、ここは福島の、あ、すみません、ここの何枚かはね、慌てて今日付け足したもんで、他からパクっても自分で作ったらね、持ってきたんで、入ってないページがあります。後で、原発は絶対安全としていたわけですね。ですけど、福島以降はしばしば沈黙した後、想定外だったと。予測できない津波で全電源喪失からメルトダウン、水素爆発、格納容器ベント、格納容器損傷を起こしてしまった、津波対策がまずかった、地震には強いがって、こんなようなイメージなんです。反省した、一応。でも、ここから始まる。でも皆さん、技術に絶対安全ないですよね。静かにやるね。そーっと、恐る恐るね。皆さん、そういうですけど、技術に絶対安全ってないですよね。うん、そうですね、飛行機もあれだし、自動車だって、自転車だって、絶対安全とは言えませんよね。そうと、そうでしょ、絶対安全って言ったのは、それはやっぱりね、原発もすいません、間違ったと。今まで言ってきたのは、絶対安全って言ってしまったのが間違いでした、ごめんなさい、どうも原発の反対勢力がいるから、安全であると強調せざるを得なかったんだって言いながらね、そう言ってるんですよ。で、原発だって絶対安全でもないでしょって、ここから強くなるんですよ、急に。ね、原発だって絶対安全なんかないんですよ。やっとみんなの同意を得たと思ってるんですよ。それで、よっしゃ、これでいく。じゃあ、絶対安全やられないんだから、福島事件を受けて作った新たな基準をクリアすれば、これはですね、安全に絶対はないので、この基準を守ったから安全だとは言いません。いや、それを、基準を守った上で、さらなる努力を日々積み重ねる努力によって安全は保たれます。だから安全です。だと、いや、安全だと言ってない。安全なように努力をしてますので、皆さん分かってくださいなと。こういう話なんです。これはもう明確にそういうふうになっています。で、そこの、ですから先ほど繰り返しますと、ここのところですね、本当にこれで安全かどうかっていうことを全部ね、説明を聞いた上で、じゃあ皆さんどうしましょうっていうことをきちんとやるのが、少なくとも民主主義社会では当たり前のことだと思いますね。ところがその情報すら出してこないっていうのがけしからんというのが私の意見です。で、そのリスクって言います。事故の被害かける、事故の発生確率、これを評価してるんですね。このリスク論が一番問題なんです。これも入ってません、後で付け足してます。重要な話だったんであれですけど、事故の程度と発生の確率、事故が発生しやすい、これね。で、こちらに行くと大きな事故だ、大規模な事故、こんななったらこれは絶対それはまずいよね、やらない。だけど多少大規模な事故であっても発生する確率が小さい時には注意して使えばいいよって、こうなってる。これが原発の論理なんです。今までこれです。これリスク論の基本になっている。ところが、実際には外部自然現象、内部の故障、ヒューマンファクター、人間のミス、これが重なると事故が起こりますね。ちょっとこれ飛ばして、で、制御不能になります。安全装置が働かないとブワーッといきますね。こういう状態になり得るわけです。そうすると、そういうものが、そういうものということはですね、つまり、確率は小さくてもメルトダウンして、あの福島の状態で止まったと言えないんです。あとご承知のように、吉田調書でもあるように、あの時に格納容器がどっか一発ぶっ壊れてると、全滅するんですよ。あれが近藤シナリオってね、言ってるのは。それは放射能が強くなるからプラントに近づけなくなる。そうすると4号機のはじめ、使用済み燃料も全滅するんです。すると 1F どころか 2F もダメなんだ。そういう状態になりうるんです。そうすると関東一円が全滅するってシナリオはね、全然ね、その絵空元じゃないんですよ。
比喩じゃない、可能性がある、現実的にもう見えてきてる、その状態が。そんなことをね、考えたときに、じゃあこの確率でやっていいかということなんですね。で、私は思うのは、その時にここのね、このやり方ね、こういう発想の仕方、影響の程度の強さと確率を組み合わせることによってグレードをつけていくってね、やり方でいいのかと。つまり最大規模の影響があるときには、ここのときには確率が小さくてもこれは赤にすべきである、ここはやってはいけない、真っ赤にすべきっていうのが私の意見。当然だと思いません？あり得る可能性が少ないからいいっていうものの言い方はですね、自分がそれを受けた被害を受けたことを考えてみればいいんですね。後から想定外は許されないわけですよね。そういうふうに考えると思います。そのよくそれを隕石の確率とその比較して言う、これリスク論者がよくやるんだけどね、それはナンセンスです。なぜかというと隕石はコントロール不能でしょ。人間が原発簡単にコントロール可能なの止めればいいんですよ。単純な話です。そんだけ動かす意味があるかどうか、それだけの話でしょ。そんなリスクを背負ってやるってことがおかしいわけであって、しかも先ほどの理屈に戻りますと、航空機はよく私の元の同僚の奈良林さんっていう北海道大学の教授がいるんですけど、東島の時の同僚です。彼がよく航空機だって、墜落することなんだしって、そういう議論をね、私テレビのでやってたら非常に腹が立ったんですけどね、何をこいつは言うんだと思ったんですね。どういうことかっていうと、航空機はですね、契約書すら書いてない、さえ書いてないけど暗黙の了解してると思います。皆さん、航空機が墜落したら自分が死ぬという覚悟を持って乗ってるはずです。皆さん、なぜかっていうと航空機が墜落するのはもう自明だから。僕法律の専門分かんない黒沢さんにもお聞きしたいんだけど、ある種のね、契約関係があるんだと思いますよ、社会的な意味で。それを了解して乗ってる。だから訴訟を起こしてお前って言っても、よほどなんかね、航空機が飛行機運航する方なんかミスがないと訴訟にならないんじゃないかというふうに推測します。ところが原発は違う。原発は誰もが約束する、全く関係ないところに全滅するわけでしょ。日々関係ない、原発なんかそんなのあったのっていう人たちがってなるわけじゃないですか。直接知らないまでも自分の家を奪われて土地を奪われるんでしょ。ありえないそんなことは、というふうに思います。時間なんでまとめますと、そうですね、ご承知のように端的にまとめると、普通、私たちがみんなで議論しているように、やっぱり原発の被害の規模が大きくて、上限がないと言って方がいいかもしれないですね。はっきりしない、そのくらいひどい被害になるわけですね。で、被害が後世に及ぶことですね。子孫にまで影響で、確率が小さいっていうのは明らかな間違いで、過去数十年の間に3回も過去事故を起こしたわけですね。この確率というのは理論的な確率と、それを後から検証してフィードバックかけて実績に戻していくわけですね。実績から見たらもう何桁も違う。そんなのは確率の現実のは、これはね、科学的に考えない人がいるんですね。こういうふうに起こると3回も起こったって、なんか解釈を変えてこっちの方を事実関係をなんかなじまげて言おうとする人たちがいるんですね。確率のを生かして、計算の方を生かして、だからバカな話ですよね。そうではなくて、現実で計算したものと現実のギャップがあったら現実が正しいわけで、それをどういうふうに理論化するかっていうふうに確率を見るべきだと思います。だから本質安全、絶対安全ではないが成立しない。この本質安全がですね、もちろん成立しないんですけど、私が言いたいのはね、全てに立って絶対安全っていうようなことを言ってるわけじゃないんです。やれるべきことをやってないだけだって言ってるんです。回転ドアとかそういうのもそうなんですけど、事故があった時にどうするかってものを考えて、徹底的に事故を本当にね、そこで例えば回転ドアだったら子供が絶対死なないようにするにはどうするかっていう基本的な問題を考えて設計しなきゃいけないのに、原発の場合にはこの可能性が少ない、水蒸気爆発、まあ実験してみると起こりにくいからええじゃないのっていう、そういうその甘さね、いい加減さ、それが許されないということですね。それから多層防護、これが事故の確率を減らすだけで、多層防護したからいい、多重防護したからいいっていうのは私は反対です。ちょっと途中で本当は絵があって説明するんですけど、飛ばしましたけど、確率的安全と確定的安全って言うんですけども、システムとして確実に安全をキープする設計思想があるんです。
適用はものすごく難しいんだけど、部分的にはいろんなところでやってるんです。原子力はその努力が甘い、極めて甘い。これはね、いろんなところで使えると思います。どっかのシステム、原発のあるシステムもおかしいっていうことを言うときに、この考え方は非常に大事です。それから人的被害のほかに経済性、電力供給の安定性もない。これすごく大事です。経済性がないのはね、もうだいぶいろんな大島さんとかね、いろんな学者も計算してダーッと出してくれてるんで、心強いんですけど、私思ってるのはもう電力供給の安定性がない。日本のような地震国では地震があったらそれで止まっちゃうんでしょ、広域で壊れなくても。そういう不安定な電源を安定性のいい原子力だっていうのはおかしいと思いますね。それからもうご承知のように損害保険がかけられない。これはもう致命的ですね。損害保険がかけられないものを私たちは運用できるのかというふうに思います。どうもご清聴ありがとうございました。はい、後藤さんありがとうございました。本当に難しくなる直前で議論を止めていただいて、なんとか理解できたなと思っておるんですが、まだ少し時間がありますので、今のお話に関しても、まあ、そうじゃなくてもいいんですけども、なんかご質問、後藤さんに聞いてみたいこと。ありがとうございました。圧力弁のところのお話をちょっともう少し詳しく聞きたかったんですけど、圧力弁、格納容器内の圧力が上がった時危ないから逃がす弁が、実は設計内でのなら動くけど、圧力が高かったらもう動かないようになってたってことなんですかね。ちょっとそこら辺のお話、補足がありましたらお願いいたします。2日前のテレビ朝日の放送ですけれどもね、モーニングバードで経産省と電力会社ともに、協議している場で、もうあれはペイしないと、経済的に電力方式は、電力はということを言って、じゃあその分をどうやって賄うか、その他の電力、電気に比べて高いという部分をね、税金を投入するか、あるいは電気代を上げるかということを今協議しているというのと報道しておりました。それから40年で廃炉というのが第一原発、40年で廃炉というのが第一原発の場合の言い方ですから、廃炉にした後はそこはどうなるのか、つまり住める状態になるのか、あるいは放射能のお手振りはどうなっているのか、そこら辺もし分かれば教えてください。すいません、ありがとうございます。横浜の柳沢と言います。分かりやすい話をどうもありがとうございました。もう少しなんていうか技術的なお話は私たち素人にしてみると、とても後藤さんのお話はいつも分かりやすくてですね、今日以外にもいつも聞いて、分かりやすいなと思って、そしてすごく絶望的な思いをするということを繰り返しています。今日もですね、そんなお話がたくさんあって、で一番最後コンクルージョンのところで電力供給の安定性もないというところをはっきりおっしゃっていました。私たちのように一般市民にとってみると、例えば後藤さんのようにご実績もあって、こういうエビデンスもしっかりある方が何かこうアプローチをどこかにすごく決定打を出してくださると大変心強いなと思うんですが、例えば後藤さんのような立場の方が他にもいて、どこにどういうアプローチをされていくのが一番こうし、なんかこう結果が出るかとお考えなのか、そしてまたそれに対して私たちのような市民が何をこうどうサポートできるとお考えか教えていただければと思います。後藤さんもともと原子力の専門家ということで、原子力の専門家、電力会社で進めている人、あるいはプラントメーカーで進めている人、あるいは学者の人たちが一体何を考えているのかっていうのを、後藤さんの想像でしかないでしょうけれども、なんであんなひどい事故が起きたのにまだ原発を進めるという、そういう判断をしようとするのか、見せかけの科学性をもとに、そこが非常に疑問でしょうがなくて、加圧水型の電力会社の人にと話したとき、いや加圧水型は事故が起きないって福島原発事故直後に言うんですよ。で浜岡原発に電話をかけ
爆発した直後にかけたら東電と一緒にしないでくれっていうふうに、で東電に電話をかけて相談したら、いやうちとチェルノブイリを一緒にしないでほしいっていうふうに爆発事故直後に言ってたんですね。でなんでそういうふうに事故が起きないっていうことは、あの事故が起きているのに原発を進めようとする専門家がそう判断できるのかというのが非常に疑問で、後藤さんの印象をちょっとお伺いしたいんですけれども。すごい馬鹿みたいな質問なんですが、本質安全が成立しないということは、稼働しているときと稼働していないときで、稼働していないときの方がどのぐらい安全なのか、つまり稼働してなくても安全じゃないんだから再稼働やむなしって言われた場合どういうふうに説明したらいいのかっていう、すいません、なんかすごいバカみたいに質問、そういうことを教えてもらいたいなと。最終的に廃炉に持ち込むって話があるんですが、廃炉っていう場合ことは具体的に例えば放射性物質をどこか持っていくとか、どういうところを定義しているのか教えていただきたいと思います。ちょっと覚えきれてないんですけど、最初の、SR 弁でしたっけね、逃がし安全弁という話です。あれはですね、構造をイメージしていただくといけないんですけど、格納容器って大きな容器があって、それを閉じ込めて船の中ね、それでそこは事故があっても圧力温度が上がりますけど、設計上先ほど言いました3気圧とか4気圧以下に収まるようになって、でそこまでは、その圧力までは中の逃がし安全弁のそういう環境の中でも作動するように設計してます。当然それで置いといて、事故が起こりました。事故が起こったらその設計圧より上がっちゃったからね。そしたらその SR 弁を設計したから約束が違うよと、設計通りになってない、設計を超えたんだから俺たち保証しないよって、そう言ってるだけなんですよ。当たり前のこと言ってる。それ何かっていうと、格納容器の設計というのを条件を超えて、加工事故条件を検討するといったときにフィードバックがかかってない、全体のシステムに全部チェックしろ、だからつまり格納容器の設計条件を見直せって言わないといけないのに、小手先で格納どこが持つか持たないとかやって他のシステムに対する影響を見てない、そこがダメだって言ってる。私はですから、もうこれも一番、去年おととし去年から世界に書いた原稿、そういうこと書いたんですけど、結局格納容器に本当は限らないんですけど、設計というものはある条件を決めるんで、それが破綻したときに付け足しでやる過酷事故という考え方はやめろって言ってる。無理だ、原理的に無理というのがあそこではっきり現れたっていうのが私、昔からそう思ったんだけど、ああいう例がなかったらちょっとそういう言い方はしにくかったんだけど、あの例を一つ取って、あ、これおしまっちゃってると思った。本当に格納容器の中の、ね、圧力が上がって作動しないって、そのしかも原子の圧力を落とすための SR 弁が作動しない、仰天ですよ。この一つ取っておしまいと私は思いますね、はい。それが一つね。それで、次の方のご質問なんですけど、経済的ね、はい、うん、早いのね、はい、経済的にペイしない、うん、ペイしないと本当に思いますね。それで今までちゃんとしたカウントしてない、明らかにね。でそれとですね、もう一個あります。現在やってる過酷事故対策、いわゆる新規制基準の適用、あれを真面目にやっていけば原発なんか高くてできなくなります。それをコスト面で抑えてるから平気でああいうこと言ってるんです。本気でやるんだったらコアキャッチャーとかね、余裕物にしたためとか、ね、格納容器飛行機突っ込んだらダメだから二重にするとか、それまでやってみなさいよということなんですね。そうするとプラントコストが途端に跳ね上がってきます。実際にフランスとか向こうで相当上がってるんです。で今の新しい原子炉いいとかなんとか言ってるけど、そんなもの経済的に持たなくなるんじゃないのって私は思ってる、本気で考えたら、というのが一つですね。それと福島のところどうするか、他の方もお話ありましたけど、更地にするとかしないとかいう話ありますけど、あれはですね結構難しいと思いますね。除染の程度によるわけですから。それで私は除染っていうものについて専門家ではありませんので、すごく正確性に欠けるかもしれない、ちょっと
少し主観的なものの言い方になりますけれども、私が思っている除染っていうのはやっぱりどんなに除染してもね、そのもちろんめちゃくちゃお金だけずっとやればできるんですけど、一定の限度があるわけですよ。そうすると無理やりそこのね放射性物質をそれを取り去って更地に持っていくことが現実的かどうかって考えるべきだと思ってます。なぜかっていうと、あれだけの信用を起こしていまだにどこもか分かんないあんな状態になって広がったものをねかき集めてこうやって更地にしてどうこうっていうことを考えることが現実的かどうかっていうことも含めて考えないと、そのチェルノブイリの処置なんかを見てもそうですけども、結局ある取り除くかそこで置いておくて閉じ込めるかっていう、まあ、選択ですね。それはあのどちらにするかいろんな条件によりますので、あの慎重にやるべきだっていうのは私の意見 ですぐにもう今はねなんか一生懸命必ずあの燃料を取り出そうとしてるんでしょ。いや取り出そうとする努力はいいけど取り出せないかもしれないって考えるべきだっていうのは私の意見なんですね。で最初からあの事故の時から水管って水につけてるじゃないですか、格納容器の中に水張っててやったんですよ。それで格納容器の中に炉心容器を起こしてきたでしょ。冷やせなくなるか圧力容器の外側に格納容器の中に水張って圧力容器を水漬けにして外側からそれで冷却しようってやり方を最初から計画したんですよ。で IVR って言うんですけど、それ私もまあ研究してたの知ってたから、え IVR やるんだと、いいけど大丈夫かなって思ったのは、私の格納容器にあんなに水張ったら地震来たら一発で壊れるけどなと思って心配だったんですね。まあそんなことを思った。でその時に思ったのは、だから要は今でもそうなんです、完全に水を張っていくのは、格納容器の中に水を張っていくのはあんまり入れると危ないので、そういう問題も含めて簡単ではないんじゃないでしょうかっていうふうに思います。すいません、その次の方はどなたでしたっけ。反原発ね、あ、そうかそうか。ですね、今あのいろんなところで動きある、一番その比較的公的といいますか、ね、広い意味であの広がりのあるものとしては原子力市民会というのがありまして、私もその委員で、この前あの船橋さんという座長が不幸に亡くなってしまいましたけども、それでもあの数十人の規模で活動しています。で今日も5冊だけですけど、あの大きめの原発ゼロへあれとあの出させていただいてますね。そういうものを出してます。それで活動しているのが一つです。でこれはあの公論形成と称して、まあ、もちろん脱原発を言ってるんですけど、あの積極的に市民の間で議論していこうということで、いろんな場で討論をやりながらその原発の問題について深めていくという、そういう議論のを公論形成って言います。公の論ですね。そういうことをやってるのが一つ。まあ、私も含めて他のそこの中のメンバーの技術系のメンバーは結構いろんなことをやってて、あとそれと別個に田中道彦さんが木海事故調っていうので彼を中心に何人かエンジンが入ってます。私もあの端っこに座ってもらって、まあ、いろいろ議論したりしてるんですけど、そういう活動をしてます。でそういうことと、あとはあの弁護士の人たちがね、今いろんな勉強会やって、そういうとこからも発言が出てるし、裁判の関連で出てる。それでいろんなところでこういうふうに出てる。でメディアの問題も今例の吉田町長問題から、これから多分いろんなところで総反撃が出るだろうと期待してます。であれもひどい話ですからね、本当にひどい話で、その物事をその今の本当に本気で物をただあの発言したことを表現の細かい問題ではない、それ間違ったらごめんなさいのはいいけども、そんなレベルの話じゃない。根底にあるのは例えば撤退か退避かなんて言葉の遊びやってたらしょうがないんで、あそこで現実にあった裏は何かっていうと、まさに日本が壊滅するかどうかっていう現実があったことを皆さんどう思うんですかっていう、この一点に集約するんです。そのことを無視してね、退避だとかね、本当は言葉の遊びもいいとかね、あのそれはねあのちょっと情けないことだと私は思ってるんですね。ちょっとあの脱線しました。それから、まあ、市民をどうサポート、あの市民はどうサポートするかという意味では、いろんなところでやはりあのいろんな場で議論する場を作るというのがやはり勉強会やったりですね、それがいいというふうに思っています。それから、あとの方の専門家の立場でその、事故の後もですね、いまだに反省してない方たちがいるわけですが、なぜかということですね。あの私が最初に思ったのは過酷事故に関して最初に思ったんですね。事故が起こった時になぜそうなったんですかね後藤さんって言われて、安全について原子力の専門家はどう思ってたんでしょうね。最初はね、私が入った頃1990年
以前くらいね、もうちょっと前くらいまでは一応その先輩連中の話聞いてると原子力って結構厳しい、安全大変だから一生懸命作り込んで安全しようと言ってた。だけど外には反対する輩がいるからあんまり外にはね、あのこんなことやってるなんて言わない方がいいよ、だから聞かれたら安全だと言っとこう、そう言ってたの。外には安全、中では一生懸命、これずっとやってたの。そのうち世代が変わってくると外で安全って言ったのが中ではあんまり安全となってないんだけど中でも安全って言い始めてる。つまり自分たちで安全だっていう思い込みで、そういう状態になってこけてるっていうのが私の認識です、過去事故に。でそれ反省したっていうことに今なってるんだけど、またなんていうの、もう一度同じことを繰り返しつつあるっていうのが今のまさにする。でそれはなぜかっていうと、私はどうしてもね原子力教だと思いますね。あのそのもうね、あの宗教完全に科学性がない、科学的な議論だって。先ほど話したこれどれ一つとってもそうですよ、科学的にその反論できるものは何もないですよ、推進する立場でできない。それを平気でね言ってるのはもうあの宗教以外の何もない。宗教って失礼だね、宗教者に すいませんどうも、あの撤回、今の言葉撤回。あのね、あのエセ宗教ってな、そういうねエセがつく、ごめんなさい。それから稼働しなくても危険なのだからどうやってね、これね、これもあったんですよね昔ね、あのって聞いてたらね、原発はねやっぱり使用済み燃料のプールがあるんですよね、後藤さん大変ですよね、やっぱり運転してなくては危ないんだ。そうですよね、だったらやっぱりもったいないじゃないですか、運転しましょう。運転したってしてなくたって危ないんだったらしょうがないじゃん、そういうことを言う人がいてね、先ほどまで本当、ね、最初聞いた時ええー、って思ったんだけど、一体ねの絶句しちゃったんだけど、あの単純にこういうことですよね。例えばね、飛行機飛んでる時と止まってる時とね、下にいたら絶対安全ですか。いや燃料漏れて火吹くかもしれないでしょ、絶対安全は絶対安全とは言えないでしょ。それは何かというと燃料という可燃性のものがある、危険源があったらそれなりの危険性がある、それが高いところだったらもうより危険って、そういう相対的なものでしょ。原発は運転してたらですね、核物質放射性物質が大量にあるのが一番本質で、どの状態でもそれが安全の根源だから、それが外に出てくる可能性というのは運転をしているところは圧力温度、先ほどのカーブでいくとグーッと上がってくるんだったでしょ、制御できなくなると一気にいくんですよ、これが怖い、だから事故に行く。でも止まってる時にはこのカーブはすぐに行くルートがないんです、そこに、その手前でもうちょっと何かの条件がないとそこに至らない。だから事故になる可能性っていうのはその止まってる状況の方がはるかに、何桁か分かんない、僕も表し方が100倍か1000倍か知らないけど、確率でってね、そういうふうな違いがあるんです。だから原発は止まってたって危ないから運転しても大した違いないみたいなことを考えるのはね、それはねあのちょっと呆れてものが言えませんよね。それはもう本当ちょっとあのもうちょっと冷静にお考えになった方がよろしいんじゃないでしょうかというふうに、あの静かに問いかけるのがよろしいかと思いますね。あまりなじるよりも、あのそれで足りてますでしょうか。何か足りない部分がありましたらよろしいですか。はい、じゃあ、もうちょっと時間がないのでこの最後にさせていただきたいと思います。渡辺と申します、ありがとうございます。各原発にですね、あの燃料プールにこう燃料が保管されてますね。それってずっと冷やすし飲んだことあるんですけど、その辺も結構テロとかね、なんかそういう地震とか考えると僕は結構分散している危険があるので、なんか怖いな、まあもちろん集中しておくっていうのはなんか どうすればいい、一番いいのかなっていうのはちょっとすみません。使用済み燃料はですね、あのプールに沸騰水型の建物の上にあるんですね。あれが問題になって耐震性の問題あるし心配だってありますよね。でだから今4号から戻すとかそうしてますけど、まあそれが1点で、じゃあ加圧水型は下にあるんですけど、それでも大量にありますので、それで冷却をずっとしていかなきゃいけない。で一定期間何年か冷却してある一定の温度まで下がってきた時に、今度は共用のところに移してまとめて長期保管に、中期保管かな、入ってる。でその時にはできれば水じゃなくて空冷、空気冷却にしてやると比較的安全性の面では高まる。なぜかというと水を循環させるシステムは故障した時には止まっちゃいますよね。空冷で自然循環でこうやっていくと、そうすると空気で冷やしていくから、あの
壊れる、もちろん塞いじゃうおしまいだけど、そういう、こう、故障する可能性が少ないっていう装置システムなんですね。で、そういうふうになってます。それで、その、そういう使用済み燃料をどうするかってお話のまとめるかどうかってことで言うならば、これ原子炉もそうなんですけど、実は、あんなにいっぱい同時に多発でやられたら困るのってあるんですけど、テロっていうのは、意図的ですから、私の考えではね、事故を安全性を徹底的に高めるというのは、究極はテロを想定すればいいと思って、極端に言うと、うんと考えていくと。そうすると、テロに対して頑強にちゃんとやっていけば、その事故に対しても裏を取っていくと、そういうふうになる関係になっている。その代わり、無限にある、テロは。事故も無限にある。ということは忘れちゃいけない。ということかというふうに思っています。それで、私はテロに対するというのは、やっぱりこれはですね、無理だと思いますよ。特にね、絶対喧嘩しちゃいけない、つまり戦争しちゃいけないね、最悪ですよね。小倉志郎さんって方がね、もう原発並べて戦争できないって話やってますけど、前から言ってますけど、私も全くそう思います。ミサイルがどうだとか、そういう議論してる方が、国防の関係の方がいらっしゃいますけどね、そんなことを考える暇があったら、原発止めなさい、やめなさい、その方がはるかに安全が高まります。はい、どうもありがとうございました。まだまだねお聞きになりたいこといっぱいあるかと思うんですが、後ろの方でですね、先ほども紹介のあった後藤先生の本がまだありますか？大丈夫ですか？2冊ありますので、もしよかったらそれをご参考になっていただけると。小冊子の500円の小冊子っていうのは今日のお話のようなそれの安全の格納容器の話を書いてるんでいいんですけど、もう1冊のちょっと分厚いね、これは専門書じゃないんですけど、ちょっと専門的な要素があって、21世紀の全技術って研究会で仲間と一緒に書いた本なんです。で、私は後藤っていう名前と柴田博之と池田聡という3回出てきます、本なので。実はペンネームで書いてる。当時はまだね、三種中の前なんで、名前出してね原発批判もできなかったんですよ。それで恥ずかしながら、そこで初めて格納容器は圧力があったら弁当するってことはそこに書いたんです。だから多分弁当の話を直接書いたら本が初めてのはずなんで、その地震の半年前、10月くらいに書いた本で、そこのところだけは予言の人だと言われてるっていう話なんです。まあ冗談ですけど、まあ、ただ21世紀の前期ってのは技術のあり方そのものの根底を問うような内容で、それぞれの専門家が書いてます。私は交通関係、交通システムの話と事故と、それから原発の話と、それから事故ですね、事故論を書いてます。もしよろしかったらご覧いただけたらよろしいです。どうもありがとうございました。はい、はい、どうも本当に分かりやすい話を、素人にもですね十分分かるように、お伝えいただきました。